はいみなさんこんにちは。 えー、歴戦講の森間です司法書士合格講座全体構造編第1回、えー、こちらの方を始めていいきたいと思います、まあ、全体構造編の1回というよりは、まあ、これからあ長く始まるこの基礎講座の第1回ということになります、えー、長いお付き合いになりますが最後まで、えー、一緒にです、ね、頑張っていきましょう、えー、今回は全体構造ということで、えー、3回ではありますがまず皆さんがこれから勉強する司法書士の試験、えー、これがどんな試験なのかこの全体像についてお話をしていきたいと思います敵を見ずに戦うことはできませんから やみこにこう勉強を始めてもですね一体どこまで続くんだろう途中でたまにいるんですねあと何科目あるんですかみたいなああいうことになりかねませんので一番最初に全体構造ですねどんな試験なのかそのためにどんな勉強すればいいのかというところを民法の学習あるいは憲法の学習本格的に始まる前に少しお話をしていきたいと思いますそれから本格的な学習が始まる前に、うんまあ、司法書士の学習の基礎ですね例えば民法1回目始まる前に民法 民法の基礎、民法の全体構造、この全体の形を知ることによって個別の学習がスムーズになっていきますから法律とは何か、それから代表的な科目として民法とは何か、それから不動産登記法とは何か、それから憲法とは何かといったあたりをこの3回のところでお話をしてそれから本格的な学習の方に進んでいければという,ふうに思っておりますで今回使うテキストですが、こちらの全体構造のブレイクスルーテキスト。 でそれから講義ノートの方がありますのでそちらの方ですを、ね、お手元にお出しいただいて講義の方を受けていただければというふうふに思います。 でまあ、あの法律の勉強ですから、まあ、これから六法とかあそんな形のですね教材六法なんかを見ていただいて参照にするということにもなりますけれども、まあ、この全体構造のところではまだ用意するものはありませんので六法などもですね必要な条文に関しては講義ノートの方に入れておいたりとかしてありますから、まあ、その辺りは今手元にある教材だけで全体構造は乗り切れますからその辺りご参照いただければと思います。でまたですね必要なもの例えば六方用意してくださいとか蛍光ペン用 用意してくださいとかいくつかありますから全体構造の中でそんなお話はして本格的な学習が始まった時にしっかり用意していただきたいというふうに思いますそれでは始めていきましょうでまずこれから全体構造の学習、まあ、司法書士の学習が始まりますが、まあ、その前に3つほどですねお約束といった形でさせていただければと思うんですがこの司法書士の試験って ま、た後でお話をしますが、合格率が高くない、まあ、低いんですね、えー。非常に難しい試験です。ですから、レックの講座を受けて、じゃあ、レックに通ってますというだけで受かる方はそんなことはありません。皆さんにきちんとやってもらわなければいけないことはもちろんあるわけです。えー、通ってて受かる。まあ、お金を出せば受かるっていうんだったら、もう誰でも受かってしまいますし、誰でも少々死になりますが、そうではないわけですね、えー。きちんとやるべきことをやらないと受からないわけです。ですから、 1> うん、まあ、1回目からこんな話をするのもあれですが本当のことを言うとえこの教室に来ていただいても受かる方もいるし受からない方も当然いるわけですですから皆さん、えー、今はやる気あると思いますがそれを1年持続することが大事だしあの受かる方になっていただきたい受かる方でそういう方がどういう方なのかということでお話をすると一発合格する人、しない人ってお話ですが一発合格する人はまず講義を休まない人です。で もちろん大人ですから子供のように、うんまあ、どうしても外せない用事、えー、ビジネスだとかあ出張だとかあるいは家族サービスだとかいろいろあると思いますからそれはもう休まざるを得ないこともあると思います、えー、今日は本当に大事な親友の結婚式だという時に、えー、抗議だとなかなか来られないと思いますから、まあ、その分です、ね、フォローがありますので休んだ部分については必ずフォローする。 休んだ部分についてはウェブフォローで、えー、まあ翌日以降ですね見ることができますからあそちらはフォローしていくということです。 まあそれからですね全国で通信講座で今この講義をまあライブで教室で聞いている方もいるしライブでですね DVD だとかウェブで聞いている方もたくさんいると思いますがまあそういう方に関してはウェブで聞いている方に関しては休まないというよりはきちんと通学生のつもりで聞くということが大事ですね通学生のつもりで聞く日程を決めてその日程通りにきちんと消化していくということです で例えば通学生の方であれば休んだらフォローするって話をしましたが通信生の方であれば日程がずれたらもう通学生のつもりで例えば月水金で聞いて金曜日休んでしまったからじゃあ土曜日にフォローしようみたいな感じで通学生のフォローと同じように通信生もやっていただければと思います。 えまあ東京近辺の方で通学、この教室にですねいる方もいるしそれから全国でもう北海道から九州まで通信で聞いている方もいますが通信の方はですねそんな形で通学生のつもりで聞いていただければ情報量は全く一緒ですから安心してですねきちんとペースを守って聞いていただければと思います。通信生の方でどううしてもこう 溜めちゃうって方がいて、そうすると直前期の追い込まなければいけない時期に、えー、講義を消化しなければいけないってことになるわけですね、えー、このクラスでは講義を2月とかに終わらせますから、そうするとそのあと復習時間たっぷりとって、そこで追い込んで合格できるわけです。 で、講義一通り聞いて、先生、講義で言ったこと、覚えてないこともたくさんあるんです。そらそうです。一回聞いただけで覚えられる人はいませんから、直前期にどんだけ追い込んだかっていうのは勝負なんですね。ですから、その追い込みの時期を作るために、追い込みできちんと暗記していくわけです。で、それができるようにするためには、このインプットの講義っていうのをきちんと適切な時期に終わらせなければいけないわけです。だから通学生であれば、しっかり消化していかなければいけないし、通信制であれば、予定を守って遅れないようについていくと。 いうこと、えー、いうことで一つ目、休まないフォローするついてくるとで2つ目、記憶の時間をしっかりとる、ね、どういうことなのかというと講義を聞いて理解をしていくっていうのはまず第一としてあります。で えー、例えば、ですね講義を聞いてああそういうことだよねって分かった分かった面白いということになるわけですよだからその人を保護するんだだからこんな法律あるんだ、えー、そんな犯罪があるんだとか、まあ、講義を聞いて楽しい部分もあると思いますでも本当に大事なのはそれで理解をした後にしっかり覚え込んでいくってことですでもちろん皆さんが覚えられるようにわけわかんないものは覚えられませんから皆さんがわかるように説明はしますでもそれを覚えていくのは皆さんですね でこの試験というのは記憶をしていなければ受かりません当日必要なのは頭の中の知識ですえ当日参考文献等がは持ち込めませんからいくら、えー、テキストをです、ね、しっかり書き込みをしてもうこのテキストさえ見れば何でも書いてあるよという状態にしたって受からないわけですよそれを頭に入れていく時間が必要ですだから人間というのはどうしてもです、ね、勉強する例えばテレビなんか見てても知らないことをやってるテレビって面白いじゃないですか なんか知的興奮を味わってでもそれって講義ではそうかもしれませんが家帰って一度理解したことを覚え直すって方が実は勉強として非常に大事で意識しないとやらないんですよ例えば数学とかの問題を解く、えー、問題練習をする、えー、楽しいかもしれませんがじゃあ今やったことを覚えようって時間は意識しないと取ってない人が多いんですね ですから私のクラスではです、ね、必ずその時間1日10分でもいいから取ってくれお風呂の中で記憶しましょうとか電車の中は記憶タイムにしましょうって話はよくするんですがですから、そんな形で必ず記憶をする時間を取る講義を聞いた後にそれをしっかり記憶をしていくということが目標ですからねあとはそのメンテナンスも必要ですから時々こう思い出してみるということが必要です。 で一応、えー、私のクラスの方ではです、ね、記憶しやすいように、えー、携帯使用書士という、まあ、講義の復習できるような暗記教材を用意しておりますから、まあ、そんなのを使っていただければあその、うん、隙間時間なんかも有効に活用できて、えー、お風呂の中でこう勉強したりする人もいますからねですからしっかりそんな形で復習をしていただければと思いますと、えー、いうことで記憶の時間しっかりとるで3つ目、余計なことはしない余計なものに手を出さないで どうしてもこのインターネットで情報が氾濫してますからあれがいいよ、これがいいよ、えー、いろいろあると思いますでも、それをやっている時間って絶対ないですじゃあ,あ、レックの教材だけじゃなくて他社の教材もやろうとかあいろいろです、ね、手を広げたくなると思いますが講義で言っていること講義でやってくれと言ったこと講義で用意してくれと言ったもので手一杯のなはずなんですねでそれ以外に手を出すと今やっていることは本当に中途半端になります。 で講義でしっかり合格に必要なことはすべてお話をしますからそれを覚えていく自分のものにしていくできるようにしていくっていうのが勉強になりますねだから余計なものに手を出している暇はありませんからしっかり講義でやったことを紹介していくそれを信じてついてきていただければと思います あの皆さんの中にはまだ無料体験の方もいると思いますが、差し出、今日無料体験していると思いますが、無料体験の方はですね講義の方を見ていただいて、えーまあ、今しっかりついていくって話をしましたが、こ,この人についていって大丈夫かっていうのを見ていただければと思いますね。あのやっぱりこう 嫌ななな人ってていうのはついてきなくなるわけですよ相性が合わないとか、生理的に嫌だとか、なんかうさんくさいだとか、だからそうならないようにするためには、えー、しっかり講義を体験してもらって、えー、ついていくという気持ちになれるかどうか、あこの人についていこうという,ふうに思ってもらったら、ぜひ、えー、取っていただいて一緒に合格を目指していただければいいかなというふうに思いますね。当当たたりり前前のこととを当たり前にでできるいいいう人が3ぐららいいますですから そういういい方が受かっていきます合格率4%、3%の世界ですから本当にちゃんと1年間勉強してくれて講義をしっかり聞いてくれて本当にがむしゃらにこうついてきてくれるとで隙間時間も一生懸命勉強してくれるって方がごく少数ながらおります、でそういう方が1回で受かっていきますですから皆さんがそういうふう,にそう,いう,ふうなです、ね、中に入っていくそういう集団に入っていければ受かるわけですね。だからぜひ 大変な試験ではありますえ、1年間大変なことになりますがあ、皆さんが大変な思いをするのは確かですですからえ、その大変な思いをした分だけ絶対合格してほしいという気持ちで講義をしていきますのでえ、ぜひ食らいついていただければというふうに思いますえ、それでは講義の方ですねえ、時間もなくなってしまいますから始めていきたいと思いますまずはブレイクスルーテキストの方を出していただければと思います で、このブレイクスルテキスト最初は司法書士の業務と司法書士の試験についての項目になります。まずはその部分をお話をして、で、その後講義の音の方で民法の世界だとか不動産登記の世界、これを覗いていきたいというふうに思います。まずは、えー、ブレイクスルテキスト3ページの方を開いていただければと思います。司法書士の業務内容。 まあ、これもですね、ガイダンスなどを来た方であれば、あ使用書の業務はこうですよっていうふうなあお話もしたかなと思いますし、それからあ使用書士を目指そうっていうことですから、使用書士の業務がどんな業務かっていうのを知っている方もいると思います。まあ、ですから簡単にだけ、えー、お話をしていきたいと思いますが、えー、まずは3ページのところで使用書士の業務内容、第一節、登記業務。登記の仕事。 これが今でもやっぱり不動産司法書士のメインの仕事には変わりがありません、えこの,期の仕事以外の仕事もどん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 ん出てきて業務が拡大をしていると言われますがやはり一番大きな仕事、シェアを占めている仕事はこの登記の仕事ということになります。で期にも 大きく二つあります。まあ、細かく言うといろんな投機がありますが、大きく二つあります。不動産投機と商業投機ということになります。まずは不動産投機から見ていきましょう。一行目。不動産あるところに投機ありと書いてありますね。だから、まあ、不動産がなくなることはないので、え不動産があれば必ずそこ,こに投機がありますから、投機の仕事がなくなるということはないわけです。では、まあ、皆さんの試験範囲でもありますから、不動産投機について少しお話をしていきます。皆さんが、 小学校1年生になった時の気持ちを考えてください。小学校1年生になると学校で教科書が配られます。で、誰の教科書か分からないように、わからない、わからなくならないようにするために、教科書にすぐ名前を書いてくださいってって教科書の後ろに森山和正とか書くわけですよ。で、名前を書けばみんな同じ教科書を持ってますが、それ僕の教科書だよってクラスメートに言えるようになるんですね。 実は不動産も同じです不動産というのは土地とか建物のこと不動産というのは土地とか建物のことなんですそれ以外のものを動産と言います皆さんが今手に取っているようなものとか身の回りにあるものが動産ですが土地とか建物が不動産でこの不動産というのはどうやったら人に俺のもんだって言えるようになるのかというと登記というのをしていく必要がありますだから小学校1年生が教科書の裏に名前を書いてこの教科書は俺のもんだって人に言えるのと同じように 登記をすると、第三者に対抗できるという言い方をしますが、第三者に対して法律的に、これは俺の土地ですというふうに言えるようになるわけです。ですから、例えば、A さんの土地を B さんが買った時に、B さん名義の登記をしていく必要があるわけですね。で、この登記っていうのはどこにあるかというと、法務局って役所にあります。 まあ法律用語とすれば登記所って言いますが、まあ、の登記所の仕事を法務局がやっておりますので、その法務局というところに登記というものがあります。で昔はこの紙の帳簿で登記をしていたんですが、今ではコンピューター管理してますから、その登記記録っていう、まあ、データなんですけれども、そこに B さんの名前を入れることによって B さんは、これは俺の土地だっていうふうに主張できるようになる。第三者に言えるようになるんですね。 ですから今まで A って書いてあるところを B にしていく。これが登記になります。で、それは本人が申請してもいいんですが、なかなかすごく難しいです。で、特に銀行のローンが絡んだ時には、いや、すいません。登記がなかなかうまくいかないです。何回申請しても却下されてしまって、添付書類がなかなかうまくいかないですよね。いや、今度はハンコが鮮明に押されてなかったってことで登記を受理してくれないんですよってなったら、これはもう銀行がですね、 もう融資してくれません銀行は融資をして一番低等権をつけたいのに、えー、移転登記に失敗しましたということであればお金なんか貸せないわけですだから銀行からすればですねローンを組んだ時にはもう今日、A さんと B さん決済がありますから使用書士さん来てくださいとって登記を全て任せるということになりますねで うんまあ、このようにですね登記、まあ、申請というのは自分でやってもいいんだけれどもだから例えば、低等権抹消登記とかあんまり利害がなさそうな登記だとかあ相続登記だとかゆっくりいつ,いつでもやっていいですよみたいなそれからあんまりこう、うんまあ、複雑じゃないものであれば、まあ、自分でやる方もいますが今のようにです、ね、もうお金が動いているようなところであればもう司法書士が必ず関与していくということになります。 A さんから B さんの登記をしていく。で、これも法務局は勝手に登記簿を変えてくれるわけではありませんから、登記申請というものが必要になるんですね。で、これがまた今言ってように難しいんですよ。だからこれが司法書士の仕事ということになります。A さんから B さんに不動産が動いたって時に、名義書き換えて世間で言いますが、その名義書き換えの申請を法務局にし にしていくののが司法書士の仕事ですよということになります、まあ、これだけではなくて、えー、担保を入れたりだとか不動産にはいろんな権利の動きがありますから、まあ、それを登記申請していくのが司法書士の仕事ですよということになるわけですね。で今、本人でも申請できますよと言いましたが、私、まあ、業の仕事ってみんなそうです、弁護士、裁判やりますが裁判だって別に本人訴訟って自分でやってもいいんですよ、えー、税理士の仕事も自分でやったっていいわけです。よねで私も最初簡単なうちは自分で、えー あの税務の申請してましたがもう今では税理,士さん税理士の先生に任せてますけれどもそれから司法書士もそうですね本来自分でやるものを代わりにやってあげますよっていうのがこの、まあ、侍業、私業のです、ね、特徴でもあるわけですがそれは本人でやってもいいんだけれども本人が難しいしあるいはプロの方が確実に成果が出ますからプロに任せましょうなんてことでこの登記の仕事も司法書士がやったりすることになります。 でこの登記の仕事っていうのはじゃあ皆さんがこれから勉強します司法書士の勉強します先生、勉強したら登記、詳しくなりましたちょっと試験に落ちちゃったんですけれども詳しいから仕事していいですかこれ、ダメです法律で司法書士の資格がないとやっちゃいけない仕事なんですねですからこの登記の仕事に関してはいくら勉強して詳しくなったって資格がなければやってはいけない資格がなければやってはいけない仕事ということになるわけです。 で、今、え不動産登記のお話をしましたが、まあ、テキスト見なくてもいいですけれども、3段落目から商業登記の仕事についても載ってます。商業登記もやはり法務局にある登記を申請していく仕事になりますが、会社の登記になります。会社の登記。ですから、レックのような会社は登記されてます。例えば、えー、まあ、皆さん、 個人個人であればですねどんな人かなって会って話をすればわかりますが例えばレックに融資をしたいっていう人が現れた時にレックってどんな会社なんだろう、まあ、ホームページを見ればいいこと書いてあります、えー、日本のですねこの国家資格を取り扱っている会社ですよ学校ですよって書いてありますよでも資金繰りどうなのかな社長誰なのかな 資本金いくらなのかなそういうことっていうのはもしかしたらホームページに載ってないかもしれないでもそういうのを知らなければ融資とか怖くてできませんよねえこの目の前の人は社長つ言ってるけど本当にこの人は社長なのかな調べる手段が必要ですでそこでインフラとして商業登記というのが用意されているんですね会社は法務局に登記をしてうちはこんな会社ですよっていうふうに公示しておかなければいけないえつまり登記簿を作って誰でも 見るることができるようにしていく、まあ、実際にはお金を払ってです、ね、その会社の登記事項証明書をくださいととその会社の登記録はプリントアウトしたものを出してくれるのでその会社のことを調べることができるんですがとにかく登記をして見られるようにしておく必要があるで,ですからレックのような会社が例えば資本金変わりましたとか社長変わりました取締役変わりましたという時には登記申請をしていかないといけませんが、まあ、この登記申請がまた難しいので 司法書士の先生に頼んで、先生、うちの会社は役員変わったんで登記してくれませんかとか、ああいった形で登記申請をしていく。これが司法書士の仕事、商業登記の仕事っていうことになります。で、この会社に、法務局に登記を備えておかなければいけないのは、株式会社のような会社だけではなくて、 学校法人だとか医療法人だとか宗教法人だとかいろんな法人がありますからいろんな法人の登記申請なんかもやってことになりますえ特にこの医療法人というのはあの皆さんが行く医者ですよねあれみんな医療法人ですから医療法人の資産の総額の変更というのは1年に一度やっていったりとかあるいは医療法人の理事長の変更登記だとかあそんなこともやっていったりだとかあすることになります。 よろしいでしょうかねでは、えー、次のページいってください、まあ、このような登記の仕事というのはメインの仕事で、まあ、司法書士といったらまずは登記ということになりますが4ページ、訴訟業務なんと裁判の仕事をすることもできますですから法廷に立って裁判長、意義ありとかいうあの裁判の仕事ですよ。 あれを弁護士と同じようにすることができます。じゃあ先生、弁護士の資格いらないじゃないですか司法試験受けて、うん、まあ、収集行って、その前にロースクール行ってとか、あの大変な資格受けなくていいんですかそうですよ。司法書士になれば裁判の仕事できます。そんなバカなまあ確かにそうですよね。ですから限界があります。ですから、あんまりこの訴訟業務に関しては、皆さんは過度な期待はしない方がいいですよ。 で私のですねこのクラスに通ってた方で本当にたくさんの方が今、全国で使用書士の事務所やってますがあの訴訟業務をメインにやってるって方は少ないですただ話を聞いたり時々こう挨拶なんか来てくれたりするんですがなんかこう相続業務の傍らちょっと発展しちゃって訴訟になりましたとかあるいはいつも来ているですねお客さんがなんか敷金返してくれないので あの、うん、金返還請求の訴訟に発展しましたとか、ああいった形で何かの仕事をするついでにちょっと訴訟するってケースは結構あるようで、やはり、うん、訴訟できるというのはすごく重要なですね、仕事かなとは思いますが、ただそれをメインでやっていくっていうのはなかなか辛いかなというふうに思います。で、どうして辛いのかなっていうと限界がある。え、どうして限界があるかっていうと、まずは一つ、民事事件のみ。民事事件のみです。だから、刑事事件はできない。 刑事事件についてはあ、皆さんがこれから司法書士の資格を取ったとしてもやることはできません。例えば、うん、なんかこう、冤罪を晴らすとか、あそういうですね、えー、ことはできないわけです。じゃあ、無罪の証,証拠を見つけて裁判で戦おうとか、そういう刑事訴訟についてはあ代理をすることができません。これはさすがに弁護士だけです。もう一つ、上限140万です。 まあ、簡易裁判所に限るんですが、上限140万の簡易裁判所の訴訟のみ。ですから、まず、上限140万ですから、例えば、大きな会社同士のトラブルで額、疎額まあ、裁判額が、 1>, 1億円ですと言ったらもう司法書士の仕事ではありません。もう200万でも司法書士のし仕事ではありません。だからさっき、資金返せという訴訟とか、まあこのあたりは司法書士もやることができますが、それより額が大きくなるとさすがに弁護士の仕事になります。ですから、司法書士の資格取ってよし、裁判業務やろうって言ったって上限がありますから、やはりメインの仕事にするにはきついということになるかなというふうに思いますね。え、それから簡易裁判所だけですから、例えば、 あの控訴って言って上の裁判所に、うん、進級したりするんですねそうするともう2審目では代理権なくなります関西だけですから関西から第2ラウンドとして地方裁判所さらに第3ラウンドとして高等裁判所というふうに進んでいくんですけれどもこの第1ラウンドだけ代理権があります ということで、もう第2ラウンドに行くと、もう弁護士の先生の方にこうバトンタッチをしなければいけないということになりますから、例えば訴訟の仕事をしていたとしても、途中から総額が大きくなって弁護士の先生にバトンタッチをしたりだとか、ああいうこともありますので、やはりこうメインの仕事にはできないかなというふうに思います。まあ中には、 1>, 1回目の講義でこんな話をするのもあれですが悪い司法書士もしていて本当は170万ぐらい過払い金の訴訟できるのに140万ぐらいにとどめてあの仕事手放さないみたいなあそういう悪徳な司法書士もおりましたから、まあ、これはちょっと140万というのはやっぱり限界があるかなというふうふには思います、まあ、ただ簡易裁判所というのは実は日本にある400数十の裁判所のうち438個かなこれは簡易裁判所ですから、まあ、全国のほとんどの裁判所では実は仕事ができるんですがもう 上の方のですね地方裁判所、高等裁判所最高裁についてはこの訴訟業務については代理人という形ではすることができませんが、まあ、多くの裁判所ですることができますので、まあ、あの一応、ですね仕事としてはありはありです、まあ、一時は過払い金訴訟なんて形でもうすごいそれでもう潤っている。 士がおいてですねそれだけでも従業員100人ぐらい雇ったみたいなそんなこともありましたけれども今はまあ消費者金融の方でも過払い金はもうほとんど支払い済みですから、まあ、その辺りで仕事をですね取っていこうというのはなかなか無理かなと思いますでそれから5ページに行くと成年後見業務と書いてあってこれがですね実はすごい人手不足です。 でこれから高齢化社会になっていきますからやはり、えー、その高齢者で認知症になりました自分で財産管理できませんというときに後見人という形で財産管理をしてあげたり契約を代行してあげたりする人が必要ですそれがこの成年後見の仕事ということになります、まあ、つまりそのようなお年寄りなどのあるいは知的障害を持っている方の代理人として法律的なケアをしていく財産管理をしていく、まあ、そんな仕事になります、えー、もちちろん、えー、介護の方た だとかがこう。身近な世話をしていくんですが、まあ、その身近な世話ではなくて、法律的な世話といった形になるかなというふうに思います。で、この成年後見の仕事もなかなか大変ですよ。ですから、これもですね。多くの司法書士の方がやってますが、やはりこう忙しいというか、あーたくさん仕事があるというか、大変だといった形になりますよね。まあ、例えばその本人。 そのですね、面倒を見ている本人がもういつも電話かけてきてもっとお小遣いくれだとか請求してきたりだとかこんなトラブルがあったということですぐ駆けつけたりだとか話をしなければいけないとかで結構、なんか忙しくなっちゃうよみたいな方もいますしあるいはそれをやりがい持ってやっている先生もいますからもう本当にこれは多分。 仕事の好き嫌いはあるかと思いますがもうこれはとにかく人手不足なぐらいですということで、えー、ちょっと成年後見もですねこれからどんどん必要な世の中になっていきますからぜひ、仕事をしとった時にはですねこの成年後見の仕事ということもやっていただければというふうに思いますねでこの成年後見の仕事に関してはこれは資格いりませんですから、登記の仕事だとか訴訟の仕事に関してはこれ素人の人がやったらそれだけで法律違反です 罰則がありますですが、この成年後継の仕事は実は資格はいらないですですから例えば司法書士が実は第1位でたくさんやってるんですが行政書士の先生とか社会福祉士の先生だとかあるいは弁護士の人もですね、この成年後継の仕事はやっておりますから別に司法書士に限らないし、もっと言うともう全然素人でも構いません。 ただ、成年後見人ってどうやってなるかっていうと、例えば認知症の方が成年後見つけざるを得なくなりま、成年後見に認定してえ、保護者である成年後見人をつけなければいけなくなりましたって状態になった時に、裁判所で審判をするんですね。で、その裁判所で審判して、じゃあ後見人はこの人をつけましょうっていうふうに、裁判所が OK 出さないと仕事にならないんですよ。で、 その辺の素人で、生年貢献やりますだってったって、裁判所が OK 出してくれないですよ。で、まずは司法書士ですね。司法書士が実は平成12年からリーガルサポートっていう形でもう非常に力を入れてますから、裁判所の信頼はすごく大きいんです。だからまず裁判所は、じゃあ、その地元の司法書士の先生を貢献につけましょうって第一に考えてくれるんですね。だから実質司法書士持ってると、第一に候補に上がるんですよ。 で、それでも使用書士が足んないんです。そうすると、他の資格の先生にも、じゃあお願いしようかって次の名簿に行くわけです。だから、まず裁判所が見る名簿は使用書士。で、そこで立候補する形になりますがあ、私できますよって裁判所にこう言っておくとですね、裁判所の候補に上がりますから、簡単に言うと。そうすると、この青年後見の仕事になります。だから、本当にたくさん連絡来ますよ、この登録しておくという形になりますね。ということで、青年後見の仕事です。で、あとは、 たまにあるのが、たまにというか結構あるのは親族が後見人になる。親族が後見人になる。だから、もう成年後見を仕事にしようっていうのは資格ないと無理ですが、親族であれば、じゃあ、あの、おじさんの、えー、ですね、後見人として、そのおいがなってくださいみたいなことはなくはないですね。 ただその場合でも最近はやはりお金の使い込みなどいうこともありますからじゃあプロを間に入れようってことで司法書士がですねその信託の形で入っていくという青年貢献信託なんて形で入っていくことはありますだからとにかく役割は増えてるぞってことになりますでは6ページの方に行ってください6ページのところではその他っていうことでまあいろんな仕事がありますよってことで例えば括弧一1遺言書を作るですね遺言書を作るこの遺言書っていうのもまあ世間では遺言って言いますが まあ一応法律の世界では遺言って言いますあの、まあ、法律用語だと多少読み方が違う部分ってあって兄弟姉妹兄弟をまを、あ、例えば、兄弟姉妹と言ったりしますがまあ兄弟姉妹で全然間違いではないし、まあ、分かりやすいように抗議で兄弟姉妹ということも非常に多いですが、まあ、とにかく遺言って言います、まあ、だから何を言いたいかというと例えば作品なんかでうのとこ探してもなかったりしますからなんで作品、こんな詳しく載ってるのにないんだ いいとこ探さないとダメと。こういうことがあるんですね。だからまあ遺言と呼びますが、この遺言を作る仕事をお手伝いすると。遺言書もですね、結構厳密に法律上書く内容決まってるんですよ。例えば最近だと、ワープロで書いたりして無効になっちゃう。実質証書遺言というのは、こう、直筆で書かなければいけないんですね。で、それから、あ反抗さなければいけないだとか、 うん名前書かなければいけないとか日付を書かなければいけないとか全部ルール決まってるんですよで日付もですね吉筆って書いたらダメなんですねちゃんと日付書かないとダメこういうのがちゃんとルールで決まってますから自分で遺言を書いてそれが無効になってしまうというのは非常に多いので遺言を作るときにもプロに入ってもらいましょうなんなら潮書士の先生と一緒に交渉、えー、役場に行ってもっとしっかりした公正証書遺言を作りましょうみたいなこともあります。 ということでこの遺言書を作る仕事なんかもあるよということになりましたではこんな形でいろんな仕事がありますで皆さんこれからですね独立会議をしたら自分のやりたい仕事ができますであのここに書いてあるだけじゃなくて本当にこうワークライフバランスというか小書士の事務所を開くと結構自由ですよねだから本当に従業員雇って朝からもう晩まで忙しくやってる先生もいるし ちょっと喫茶店やりたかったとか言って事務所の横に喫茶店併設してお客さんにお茶飲ませたり楽しくやってる先生もいますから、えー、いろんな先生がいますねあの私の教え子であの歌手の方で小匠書士になった先生もおりますが、えー、もともと CD も出している歌手だったんですねあのオペラの方でななかなかこう仕事があ あのたくさんはないということでじゃあもう塩書士取ろうと言ってもう歌の世界ではなくて塩書士の世界で生きていこうと言って資格取ってですね 開業したんですが、そうしたらまた今度歌の方でも仕事が来て、ですね例えばあの小学校とか中学校で法律教育をするときに、最後、歌歌ってあげるとすごい喜んで引っ張りだこだみたいなこともありますから、あとは外国が得意だから、もう外国語の仕事が来るだとか、もうなんか司法書士プラス何とかって結構いろんなことが組み合わさるんですね、だから今言った仕事もいろんなものと組み合わせてできるかなというふうふに思います。 では7ページから今度はではそのような司法書士の資格をどのように取っていくのかということでお話をしていきますで7ページ第1節試験の特性と書いてあります1行目見てください実務科登用試験司法書士の資格っていうのは実務家になるための試験だし 実務化を登用するための試験だというふうに言えます。それはどういう局面でそれが言えるのかっていうのは今からお話をしていきますが、次の太字のところを見てください。えー、受験勉強で身につけた知識を現場ですぐに使うことができます。ちょっと無料体験の方は白黒の印刷で、えー、この青い部分で太字になってますが、これが白黒だと、 逆にこう、えー、細くなっちゃって見づらいかもしれませんが実際のテキストでは青く太くなってますが上から4行目ですね、えー、受験勉強で身につけた知識を現場ですぐに使うことができるんだよということになります逆に言うと現場で使えるようなことを試験で聞いてくるんです現場で使えるようなことを試験で聞いてくるだから司法書士になるときに研修というのがルール上必須じゃありません 弁護士になろうと思ったら、司法収集がかなり長い期間必要ですが、司法書士の試験っていうのは、合格したらすぐ登録していい。まあ、一部県、例えば神奈川県とかうるさいですから、あの、研修受けてないじゃないか、つって、あの、止められることはありますけれどもね。ですが、そういうところでもない限り基本的には、ルール上はですよ、ルール上は、あの、試験に合格しさえすれば、すぐに登録していいんです。それはどうしてかっていうと、試験で実務でしてのことは全部聞いてくるから。 もちろん全部って言ったって細かいことは実務出ないとわからないことも結構あります実際に補正どういうふうにいくのかとかああいうことはわからないと思いますが法律論として必要なことは全部聞いてきますからあの申請書まで書かせますからねですから、うん、その後の研修なんかがもう本当に短時間で済むよというのは、司法士試験の特徴ですつまり試験の段階で 実務で必要なことが正確に問われるってこと。この実務課登用試験の特徴っていうのは、正確な知識を聞いてくることにあります。まあ、だから皆さんに記憶の時間をしっかり取っていきなさいって話をしたんですが、実務課登用試験の特徴というのは正確な知識を問うことです。なぜかというと、試験に受かったら実務やっていいよって試験だから。例えば皆さん、運転免許証の試験と一緒。運転免許証の試験も、合格したら運転していいんですよ。で、運転っていうのは危険伴う危ない作業ですよね。 え、交通事故を起こしちゃうかもしれない。だから、試験でもう運転できる知識をちゃんと聞いてくる、正確に聞いてくる特徴があるわけです。まあ、例えば、ここの部分は中停車禁止だとか、信号から何メートル以内、3メートルなのか、5メートルなのか、正確な知識聞いてくるわけですよ。で、そうじゃなければ運転できないから。ということで、この試験に関してもですね、試験の現場で必要なのは正確な知識なんです。実務出て、 先生、相続放棄したいんです。早くやった方がいいですよね。はい。早くやった方がいいです。え、いつまでにやればいいですか、うん、ちょっとね、正確なところはわかんないんだけど、また聞くわ。とか言ってるうちに、期間過ぎてしまう可能性があるわけです。ですから、いついつから3ヶ月以内、えー、相続を知った時から3ヶ月以内に放棄はしないといけないんですよっていうふうな知識がないと、実務で、 あの今言っったら困らせることにななてしまうわわけけででですすね実務きいだからもう試験に受かったら実務やっていいってことだからこの試験で実務で必要なことを全部聞いてくるだから試験に合格したから実務できるわけですということで皆さん勉強これから実務直結の勉強をしていきますこの教室で勉強したことがそのまそのま,ま実務に行きます、まあ、だから例えば事務所を開いた時にあのー 事務所を開くとだいたい本棚をい置いてかっこつけるっていうとおかしいですがあの難しい本なんか並んでますが予備校の本なんかもちょっと裏の方に置いてあってそれ見ながらやったりしてる先生もいて予備校の本が使えるんですよだってここでやったことはそのまま実務に通用しますから。 でお客さんの見えるところだとなんか分厚い判例集とか置かれてるんですよ、で予備校の本なんかもこうちょっと見えないところに置いて、ですねそれ実はレック東京リーガルマインドとか、私の本とかこう見ながらやったりとかしてる先生もおりますから、ここだけの話ですけどね、いうことで、何を言いたいかというと、そうそうそう、実務で必要なことも全部こう講義でやりますよというふうに思ってください。では、今度は、えー、と8ページのところ進んでいただければと思いますが。 まず9ページのところで試験のスケジュールが書いてあります。で、このクラスは2022年、2022年を目指すクラスになりますが、から、9ページの頭の4月のところは2022年の4月、2022年の4月だというふうに思ってください。 こちらですね。2022年の4月です。だから今から1年以上勉強していただいて4月を迎えたというふうに思っていただければと思います。で、大体例年4月1日、4月1日のところで受験要項が発表されます。試験日と、えー、会場だとかあ、そういうものが4月1日に発表されます。で、5月にゴールデンウィークが終わったら申請です。受験申請。2週間ぐらいしかありませんから、えー、忘れないように申請していくということが必要になります。 で、その後実際7月、だから2022年の7月ね、7月ですね、いよいよ筆記試験になります。2020年は新型コロナウイルスの関係で、 9月まで伸びてしまいましたが例年7月に行われますで法務省も今後は7月に行いたいと言ってますから、まあ、7月に戻ることが強く想定されますですから2022年の7月あごめんなさい7月ですね、えー、7月にやりたいと法務省言ってますから7月に戻るはずなので、えー、この7月のところで皆さん試験を受けてもらうことになりますでまた詳しい話は後でやります後でっていうのは 左のページに書いてありますから試験科目等の詳しい話はしていきますがこれで皆さんは試験を頑張ってもらいますこの7月、これが皆さんが目指すべき試験でこのクラスでもこれを念頭に置いて今から対策をしていきます7月の第1日曜日が大体試験ですここ15年ぐらいは7月の第1日曜日、まあ、発表してないんですが必ず第1日曜日です でそれが7月1日に、えー、7月5日ですよとか7月4日ですよって大体発表がありますからあやっぱり第1日曜日なんですねなんてそこで確認が取れるんですが、まあ、とにかく7月の試験ですから。 暑い中、行われます暑い中5時間かけて行われますから体力勝負的な面があるということも捨てきれませんのでちょっとこう、えー、体力、あとは頭脳の持久力ですねもう4時間ぐらいになっても頭が何も考えられないって状態に、えー、最初、勉強になれないうちはなるんですが5時間、きちんと最後まで考え抜くということが求められますからこれから模擬テストとか倒練なんかをレックでやっていくのもそういう対策を兼ねてということになります。 でその後、9月下旬から10月と書いてありますが、9月下旬に合格発表が行われます、筆記試験の合格発表ですね。で、合格したら10月半ばに、公実試験、もう一つ試験があります、公実試験、これはまあ言ってみれば面接です、面接、筆記試験に合格した人だけが受験できます、筆記試験に合格した人だけが公実試験という形で、面接を受ける形になります。 でこれは対策はいりません対策はいりませんですから皆さんがこのクラスで今から130回講義を受けて対策をしていくのが全て筆記試験対策ですなぜかというと筆記試験で96%の人が落ちますで残りの4%の人が合格しますでその方たちだけが口実試験を受けられるんですが受けた方は全員受かります今までのところ全員受かってます落とす気ないというふうに思ってください ですから筆記試験さえ受かれば、口実試験に関しては受かるよというふうふに考えてください。で、筆記試験の合格から口実まで2週間ぐらいしかないので、よくです、ね、質問に来たりします先生、夏の間実は勉強しないで、あのほとんど知,知識忘れちゃったんですけど、口実大丈夫ですかねみたいな慌てた方がいますが、もう大丈夫です。何答えたって受かります基本的には 今でだってそれで落ちた人っていないわけですからね、もう顔見せとかさすがに受かったわけですから、ある程度答えられます、で全く答えられなかったら替え玉だとかいう可能性がありますから、そういう顔見せというか、あそういうふうなです、ね、対策で口実験やってるわけでしょうから、もう落ちません、でどうして落ちないかというと、これ、根拠があってあの、問題が部屋によって違うんですよ、試験官に法務省から指示されたっていうのはお題だけなんです。 お題だけじゃあ今年は食卓登記について聞いてくださいとか、えー、それから共同申請について聞いてくださいってお題が与えられて各部屋で、うん、その自由に聞いていいんですねで自由に聞いていいってことは問題数も違うし問題も違うし、えー、試験管によって聞く内容も違うしさじ加減で落としていいわけないですよねってことはこれ落とす気ないですよ採点基準を作ってないわけですからということで口実に関してはよっぽどひどいことをしない限り 受かるというふうふに思ってくださいだからそのような受験生が合格者が来たら遅刻しないように行きなさいというだけですよ、えー、遅刻し今から、まあ、もちろん、ね、基本的なものについて携帯使用書士とか見て、えー、対策はしとくといいですよという話はしますが、まあ、ただ行きゃ受かるから安心してくれと,といった話をしていきます、まあ、大体、私が日本で一番最初に落ちるかもしれないとかいうふうふに思うんですが、まあ、そんなことは全然ありませんということですねあのただ、公実試験に関しては行かなきゃもちろん受かりません。 で例えば行かなかった受験生っていってあの実は7月目指して勉強していたんですがその後こう子供生まれる予定だったんですねでちょうどこう子供を産む時期と重なっちゃって行けませんでしたみたいな方こういう方は実は来年、口日から受けられますだから筆記試験の合格は1年持ち越すことができるという言い方をすれば分かりますかね、まあ、そんな形になりますので、えー、筆記試験をまず目指していただいて口日はまあ受かるもんだというふうに思っていただければ結構です あの遅刻しなければ受かるよと言いましたが、私はあのちょっと遅刻して、えー、しまったんですが、それでもちゃんと受かりましたから、あの大丈夫ですよ、まあ、大丈夫ですよ、おかしいですけど、遅刻し,しちゃだめなんですけれどもね、えー、いう形になります。で その後はまあ最終合格発表で、えー、これが本当の合格ですよと言った形になります。えー、そしたらレックの方でも、えー、まあ、お祝いをしましょうという形になります。では、えー、これで皆さんはですね、7月の筆記試験目指せばいいよってことが分かったと思うんですが、あその筆記試験では何が聞かれるのか、1ページ戻って8ページのところを見てください。 8ページの下の方に試験科目が載っていますこれが筆記試験で問われる科目だしこれから皆さんがこの講義で勉強していく科目ということになりますまず午前の部これが9時半から11時半二時間かけて行われます9時半から11時半に時間かけて行われて聞いたことあるような科目が並んでいるかもしれません憲法、民法、刑法、会社法、商法ですね、まあ、いわゆる基本的な科目 基本的な法律科目。これが午前の部で35問。マークシートで35問。だからマークシート方式の試験ですから皆さんは5個の選択肢の中から1番から5番から1個正解を選んでもらって、例えば次の中から正しい選択肢はどれでしょうみたいな問題2番であれば2番マークしてくるというのが35問問と割れます。で、1問3点。 これは平等です。だから難しい問題だと配点が4点とかいうことはなくて、どの問題も1問3点。どの問題も1問3点。3点かける35問で105点になります。いいですかどの問題も同じ配点ってことは難しい問題で取れたところで点数稼げないんですよ。 もう簡単な問題を落とさないということが大事になります、あとでまたそれをお話ししますけどね、えーで、午後の部です、午後の部は少しマニアックな科目が並んでいます、えー、この午後の部はまさにこう司法書士験なのにふさわしい司法書士の実務で必要な、まあ、特殊な科目、これが並んでいるというふうに思っていただければ結構です、あとでまた手続き法っていいますが、えー、午後ではです、ね、もう例えば不動産登記法、それから商業登記法とか、あとは皆さん、実務の中で供託の仕事も司法書士できますから、その供託法。 こんなのも勉強していきますあとは先ほど裁判の仕事ができますよと言いましたから民事訴訟法ですねこういうのも含めてもう実務に直結する法律手続きを規定した法律これが午後の部で出題されるよといった形になりますこちらがまた択一で35問出されますから1問3点かける35問で105点という形になりますで午後の部は 午前の部と違って、1時間プラスされて3時間です。1時間プラスされて3時間。じゃあ1時間増えた分何が出題されますかっていうと、期日式です。不動産登記、商業登記、期日式が1台ずつ出題される。期日式が1台ずつ出題されます。で、期日って言っても、まあ、 いろんな記述がありますよね。行政書試験のように40字で書けって言った記述もあるし、あるいは司法試験のように論文を書けって試験もありますが、じゃあこの司法書士の記述って何が問われるのかっていうと、昔は書式と言っていたんですが、申請書を書かせる問題です。申請書を書かせる問題。だから、うん、一番最初にお話をした通り、司法書士の仕事をすれば、 不動産登記の申請書を出す。商業登記の申請書を出すって仕事がありますので、その申請書を実際に試験で書かせる。まあ、回答用紙に書かせます。だから皆さんが実務出たら申請書を作って法務局に申請して仕事をしますが、試験の段階では申請書を回答用紙に書いて出していく。 そうすると、確かに申請書が作れるねってことで点数がもらえるわけですね実務できるやんって言われるわけですよ、まあ、そんな形になりますで実際に不動産登記商業登記の申請書を例えば不動産登記であれば45枚ですね書かせますで商業登記においてもかなり時間がかかるような大きな申請書を書かせる形になります でこれ、えー、実務課登用試験と言いましたが午後の部の36問目これが不動産登記の記述で、まあ、卓越が35問ありますからね、えー、午後の部の37問目が商業登記の記述なんですが結構面白いですよお客さんが皆さんの事務所にや,やってきた想定で話が進むんですで皆さんは大体ホームリツコさんとかになりきってもらうんですね、えー、ホームリツコさんの事務所にお客さんやってきましたと でこれこれとこれこれの書類を見せてくれましたって言ってもう別紙が結構、続くんですよ10枚とか12枚とか続くんです続くんですね。 で、それで、お客さんがこういうことを言ってます。さあ、どんな申請書を作ればいいですかみたいな話ですから、単に、じゃあ、定等券設定登記の申請書を作ってくれって問題ではなくて、物語の中から、あるいはお客さんの持ってきた書類の中から、どんな申請が必要なのかを考えて書かなければいけない。つまり、その与えられた情報から、法律上何が起こったのか、何が有効なのか、確認をして、で、必要な登記を書いていく。例えば、 登記簿が与えられて、えー、その登記記録のですね、A さんが死亡しました、不動産収支者が死んだわけです。さあ、相続登記をしなきゃってことは分かりますが、遺言書が2枚出てきて、うん、どっちが有効なのかな。片方は B に遺贈すると言ってる。片方は C に遺贈すると言ってると。といった話ですよね。そうすると皆さん民法の知識を使うんですよ。遺言は後から作った方が、 前の遺言を撤回したとみなされますから矛盾する部分は後の遺言を有効と考えてあじゃあこの遺言に従って物件変動が起こっていると考えようというふうに判断していかなければいけないだから単に申請書を丸暗記して書けばいいというのではなくて皆さんの法律の知識を総動員して何が起こっているか考えるでそれで申請書を作っていく で昔はこの申請書を作るってことがメインでしたが今では何が起こっているかを読み取るっていうことを重視しているようでそこの部分が結構難しいんですね今のように遺言書が2枚あってどっちが使えるのかと考えたりだとかあるいはなんか有効か無効かよくわからないようなことを向こうが言ってきますから、うん、これは法律上どうなんだって判断したりだとかあそういう部分に重視がありますだから、まあ、先日の試験もそうでしたけれども問題文が長いですよ で昔であれば、何々がありました売買契約がありましたっていうふうにか簡単に書かれていて問題用紙3枚ぐらいこうめくればです、ね、問題が完結したんですが今はもう10ページも20ページも続くような問題があってもう小説ですよ、お客さんがこういうことを言ってますといううにセリフが書いてあったりするんですね。もう本当に実務東洋試験 というふうに言っても過言ではないですが、もうとにかくセリフが書いてあって、もうそうすると長くなりますよね。売買契約が成立しましたって一行で済むところを、まず売買契約書があります。その背景をお客さんが説明します。当然、お客さんっていう素人が説明しますから、よくわかんない部分があるんですよ。私はそう思ったんですけど、反抗したんです。な、な、何が言いたいんだみたいな。それをですね、丹念に読み取っていく。だから最初は、 物語が繋がるまでがなかなか推理小説みたいで大変なんですよ。そういうふうなあ記述式、これが出てきますね。だから記述式といっても、なんか40字で書いてきて終わりということではなくて、1問大体1時間ぐらいかかります。 でゆっくり解けば本当は1時間半ぐらい欲しいところなんですが択一、まあ、もありますから時間取れないので、えー、期日は1問1時間かかると思ってください本当はもっとかかりますけど1時間で解くということが必要ですね逆に1時間残さなければ解けませんだから不動産登記の期日に1時間商業登記の期日に1時間合計2時間かかります だから、択一をだいたい60分から70分ぐらいで終わらせなければいけないということになりますだから午後の部はそういう意味でも時間勝負の面があります時間配分がやたら難しい試験ですね一応こう考えてください択一35問ありますから1問2分そうすると70分で択一が終わります一応これを標準としましょう そうするとまあ55分、55分取れますから、まあ、一応分かりやすく択一70分えこれが目標です、択一70分。では午前の部が105点午後の部が択一105点期日70点。合計 280点と書いてあります合計280点と書いてあります280点のうち何点取れば受かるのか280点のうち何点取れば受かるのか10ページに進んでください 合否判定です。10ページの一番下。合格ラインについては8割程度と考えてください。なんだよ、レックいい加減だな。点数教えてくれよって思うかもしれませんが、教えられないんです。毎年変動します。毎年変動します。まあだから、点数が固定されてる試験ってありますよね。あの、行政書士6割取れれば受かりますよとか、あとは、 そうですね運転免許証の試験言いましたけど確か9割とか取れれば受かるんですよねこれはもう固定されてますよ関係も確か9割かければよかったんですかねこんな形で合格点が固定されてる試験もありますが司法書士の試験はボーダーラインが動きますだから280点のうち210点がボーダーラインの年もあるし207点の年もあるし215点の年もあります変動します でどうして変動するのかどうして変動するのかというと11ページを見てください合格率が固定なんですまあ固定だって少しずつは変わってきてますけどこの合格率を固定させるために ボーダーラインを変えてるんです。だから、大学入試みたいなもんだと思ってください。大学入試。例えば、大学入試って、うちの大学は、100人取りますよって、定員が決まってるわけですよね。そうすると、上から100人取るわけですよ。で、問題が難しければどうなりますボーダーラインは下がりますよね。100人目の取った点数がボーダーラインですから。で、問題が簡単であれば、みんな点数取りますから、すごい良い,い点数取らなければ受かりません。 だからボーダーラインが変わるというのは、問題の難易度によって変わる。で、それは合格率を変えないため。つまり合格率が変わらない分、ボーダーラインが変わってるんです。だからよくこの試験勉強すると、何年度は簡単でしたとか、何年度は難しくって、基準点が下がりましたっていう話がありますけれども、じゃあその基準点が下がった年は受かりづらいかっていうと、 別に受かりづらくはないんです、基準点下がっているってことはあ低い点数でも受かってますからねで、ボーダーラインが上がった年に関しては、じゃあ問題、あの年、簡単ですよね、結構多くの人が点数取れましたよねって時に受かった人は簡単に受かったのかとはそうではないんですよ、やっぱりいい点数取らなければ受かりませんから、だからこの試験というのは、問題の難易度は変わりますけれども、受かりやすさは毎年変わりがありません、問題が簡単だから受かりやすいとか、問題が難しいから受かりにくいって年はないです。 これ行政書士の試験なんかだと点数が固定されてますから問題が難易度変わった時に難しいのに6割取らなければいけないということで合格率がすごく下がっちゃう年がありますこれが例えば、管犬とか免許証の試験であれば多分、同じ難易度の問題毎回作れるんですよだから固定させてもいいんですけれども行政書士の試験ってちょっとかわいそうなところがあって 運運が結構あって問題の難易度って毎年変わるんですで資格試験あのそのようなですねあのまあ英検とか関係のように、まあ、毎年同じような問題が作れるわけではなくて大学教授があの自分のこう得意分野を問題作りますけどやっぱりこう被災者によって難しい問題作っちゃう癖がある人とかいろいろいるんでしょうね問題の難易度って結構変わるんですよそれなのに点数固定してますからあの十数年前ですかね 行政書士の試験合格率がかかなんん出したんですねすっごい難しいのに一応ルール上6割取れなければ受からないって初めから決まってますからみんな取れてないのに6割なんですよで翌年合格率20%ですよ同じ試験とは思えないですよね そういうことがあって行政書士の試験も点数を固定しない方がいいんじゃないかなと思うんですがずっと固定していますここ最近でも合格率がすごい下がりそうになっちゃって補正手段みたいなのを使ってましたからもう動かせばいいのにと思うんですが動かさないんですねですからそういうところはありますが司法書士の試験は、まあ、難しいんですけれども問題の難易度によって受かりやすさは変わらないんだというふうにまずは押さえておいていただければと思いますでその合格率なんですが 11ページの表で見てわかる通り、だいたい3から4%。3から4%。11ページの一番右側見てもらうと、受験者を分母にして、だいセン4%超えてます。受験者を分母にすると、最近4%超えてます。で、なんでこれ合格率上がってるのかっていうと、本当は向こうも固定しないんですが、今度はこの図表の、 一番左側を見てください受験者が減ってるんですで皆さん一生懸命この試験勉強しようというふうに思ってくれてると思うんですが、えーまあ、これから皆さん受けるこの試験は非常に難しいんですで、まあ、難しいと言われておりますだからちょっとチャレンジする人も減っているんですねということで、えー、出願者が減ってますでも実務 必要な司法書士の数減ってないんですよ。不動産登記の仕事たくさんあるし、成年貢献足りてないんです。だから実務課必要なんです。だから受験者が減っても合格者をそんなに減らしてない。受験者が減っても合格者をそれほど減らせないんです。やっぱりこのぐらいの人数は司法書士新しくなる人必要なんです。やっぱり あのもう、えー、高齢になったからそろそろ退職しようみたいな法書士の先生っているしそれはもう新しい先生が来てくれないとやっぱり困るんですねですから受験者は減ってるけれども合格者はそんなに減らせないって法務省は考えているのでまあ微妙ながら合格率が増えてるっていうのはそういうからくりなんですね先生増えてるとだって0.5%ぐらい増えただけじゃないかと思うかもしれませんがそれが大きな差なんですよ あのこれがですね合格率60%の試験が61%になったとっそんなに変わりがありませんが3%の試験が4%になればそれは大きな差ですよね例えばそうですね学校の中でクラス2になれというのと3位になれというのと4位になれというのはやっぱり違いますよ。ですから、えー 4人なら入れそうだなという形になるわけですということで、うんまあ、この1%の差は、まあ、小さな差ながらも結構やっぱり大きな差になっていますそれはやっぱり実力ある人が1000人ぐらいいるとすればその1000人の中のやっぱりこう600人が受かるのか700人が受かるのかというのは大きな差になってくるわけですねですから非常にまあ受かりやすくなっているのは事実ですでは 10, 10ページに戻ってください では今8割ぐらい取れれば合格できるよって言いましたが、これちょっと知ってほしいんですけれども、8割取れればいいという漠然としたことではなくて、実はちょっと複雑な基準点という制度が採用されています。で、それはどういうことなのかというと、10ページの図表を見てもらうと、合計で8割取れればいいですよって話ではなくて、例えば合計で8割ってことは大体そうですね、200点ぐらい取れればいいんですが、 8ページ戻ってください例えば大げさな話をすると200点がボーダーラインの年ってあります200点がボーダーラインの年ってありますがそうすると200点取るためには先生択一が合計210点満点だから択一で210点取れば規律0点でも受かりますよねみたいな話になりますがそうじゃないんですよそれは不合格です あるいは、期日満点取れば、択一が多少取れたくなくても大丈夫ですよね。合計8割取れればいいんですよね。200点取れればいいんですよね。それも不合格です。バランスよく取らなければいけない。それはどうしてかっていうと、10ページに戻ってもらうと、実は合計で、 8割取れればいいというだけではなくてその前提として部分部分でのハードルがあるんです午前の部何点取れていなければそれだけで不合格ですこれが午前の部卓一の基準点まあ大体26問35問のうちまあ年にも年によりますけどね27問とか26問とか25問とかそのあたりでしょうか一番高い年で30問まで行ったことがありますが、えー まあ基本的にはまあ28、27、26、25あたりかなというふうふに思います、まあ、29とか30とか言っちゃうこともあるかもしれませんけれども基本的にはそのぐらいだと思ってくださいで、午後の部えこちらもですね択一の基準点がありますのでえ午後の部択一の基準点ですね午後の部択一の基準点ということで こちらがですねやはり、えー、午後の部も23、4、5ぐらいですかね、えー、取ってなければそれだけで、えー、卓一で引っかかってしまうよということになります。まあ、ということで、まあ、30まで行くというか、ごめんなさい、午前の部はだい大体25、6、7、8で、午後の部がそれより2問下ぐらいですかね。まあ、そんな形で えーまあ、推移しているというのがありますが、まあ、それは見えないところがありますがとにかく、えー、そんなに取れていなければそれだけで不合格ですでその後基準点をクリアすると基準点をクリアするとどうなるかっていうと期日の採点をしてもらえる期日の採点をしてもらえるということになります期日式の採点をしてもらえるだから この基準点の制度ってなんで存在するかというと基準点の制度はどうして存在するかというと既実の採点枚数を減らすためですね既通式の採点枚数を減らすため例えば2万人受験して2万人採点してくれないんですよだい,たい2000人いないぐらいですだから 9割ぐらいの人を択一で落としちゃうんですで、規律の残り、択、えー、一のですね基準点クリアした人だけ、択、えー、一の、えー、基準点クリアした人だけ、規律の採点してもらって、で規律の採点されました、そしたら今度は規律式にも基準点がありますから、今度は規律の基準点をクリアした人だけが次の段階にいけます。 で、これで受験者が絞られて、すべての基準点をクリアした人が集まって、そこから上位600人ぐらいを取っていくと。こういう形になりますね。ということで、すべての基準点をクリアした上で、ボーダーラインで、えー、上から4%に入れば合格ですよと。といった形になるわけです。よろしいでしょうか。ということで、皆さんがこれから目指すのは、8割を取ろうということでもありますが、 もう一つはそれぞれのところで基準点をしっかりクリアすることとということが重要になります、まあ、特にこの試験択一し、大事ですよ、択一,択一で点数を稼いでおかないと気質がなかなか厳しくなっちゃいますからね、もっと言うと択一でしっかり点数を取らなければまずは気質の採点がしてもらえませんから。 気鬱も採点してもらわなければ本当に意味がないのでしっかり卓越性を取ることだから卓越性を取るためには正確な知識をしっかり身につけて、えー、乗り切ることですねであとは気鬱をしっかり、えーまあ、勉強していくことそれも講義の中でやりますから、まあ、こんな形になりますさあ、えー、これがですね、えー、司法書士の試験ということになりましたさあこのような試験に向けてこれから勉強していくことになります ではこれで司法書士の業務、それから司法書士の試験の紹介が終わりましたので、いよいよ法律の勉強の方に入っていきたいと思いいます講義ノート出していただければと思います。 講義ノート1ページのところから法律学習の基礎というところでこれから勉強する法律っていうのは一体何なのかということをですねお話ししていきたいと思いますで法律が何かの後に民法とは何かそれから不動産投機とは何かああいった話を進めていきますからまずはこれから勉強する法律これが何なのかということで話を進めていきましょう で、えー、皆さんがこれから英語勉強しますっていうんだったら英語って何かっていうところからやらなくたっても分かると思うんですよ、あ、それアメリカとかイギリスで話してるあの言葉でしょで、コミュニケーションをとるために勉強するんでしょうとか分かると思いますが、えー、法律を初めて勉強するって方がほとんどだと思いますまあ中には法学部でやってましたって方もいるとは思うんですがまあ、えー、一応、このクラスですね、先生、えー、法学部じゃないんですけど大丈夫ですかみたいな形で多くの方が来てくれますからまずは これから皆さんが勉強する法律というのは一体何なのかというところからお話をしていきたいと思います。では、講義ノートの1ページを出してください。法律学習の基礎。数字の1、法律とは何か。で、法律とは何かと大冗談に構えても、 なかなか理解できませんから、似ているものと比較するというのが、うん、まあ勉強の態度としてえ、考え方の態度として適切です。ですから、カッ一1番。法律と法則。これを比べてみて、法則とこういう部分が違うよね。だから法律ってこういうことなんだっていうのを分かってもらいたいと思うんですが、例題の1。法則と法律の違いを答えよ。法則と法律の違いを答えよ。さあ、法律と法則ってどう違うんでしょうか。で、こういうのが、 分からない時には具体例を思い浮かべながら勉強するといいですね。うん、これから勉強の中で、例えば抽象的なものについては、私、具体例出したりします。なるほど。そういうことなのかあ。だったら確かにこういうルールってあるよね。分かると思います。で、具体的なものは抽象化して覚えるといいですね。一つ一つ、えー、この時にも書類が必要、この時にも書類が必要、この時にも書類が必要って具体的に覚えきれなければ、一つのルールにして、こういう時には、 すべて書類が必要ですよっていうふうに考えておくと覚える知識って減るんですよ。だから勉強に慣れてる方っていうのは抽象なものは具体的にしてみたり、具体的なものを覚えるときに抽象化してみたり、この具体と抽象というのを行ったり来たりできると、まあ、かなり勉強ってはかどるんですね。だから私の講義の中ではもうそれを意識して、えー、具体的に具体例出してみたり、で具体的なものは つまりこういうことだよねってもう大きくまとめちゃったりとかして皆さん勉強しやすくはしていこうと思うんですがまあとにかく抽象的なものは具体的に考えてみるっていうのは勉強の態度として適切ですそうすると例えば法則法則っていうのは例えば万有引力の法則というのがありますがまあ全てのものは引っ張り合うみたいなこういうことですよねあるいは高気圧がここにあると晴れるとか えそういういものですよねあるいは 1+1 は2になるとかだって法則ですよ、えー、そんな形で、まあ、法則っていうのはそういうものですじゃあ法律って何ですか例えば殺人罪人を殺してはいけませんとか税金は払いなさいとかあ人を殴ってはいけませんとか、えー、あるいは借りたお金は返しなさいとか、えー、こういうのが法律になります そうすると何が言えるかっていうとその下見てください法則は何々であるという世界なのに対して法律は何々すべきの世界なんですね借りたものは返すべき人は殺すべきじゃありませんではその下見てください法律は自然界などに初めから存在する常に成立する関係であり発見する対象ですだから全てのものは引っ張り合う、まあ あるいは 1+1 は2になるんですよ、えー、自然界などに初めから存在する成立する関係、えー、これはこうだよね高、えー、気圧があったらあそこに高気圧があったら寒くなるよねとか、えー、こういうふうな成立する関係のことを法則っていうふうに言うわけですねでこれは発見する対象なんです だから自然科学っていうのは発見する対象なんです、科学者が何かを発見しましたってニュースになるわけです、なんとか細胞を発見しましたってニュースになるわけです、万有引力の法則だってニュートンが発見したんですよ。まあ、ニュートンも抽象と具体を…あの リンゴという具体的なものが地球に落ちたのを見てあ物と物は引き合うんだって抽象化して考えたから天才なんですがこのように具体と抽象をすごく行ったり来たりしたということではあるんですがまあ、とにかくニュートンが発見したわけですよこのように法則っていうのは自然法則というのは存在する関係を発見するんですねだから自然科学っていうのは色々こう見て発見しようとしているのに対して 法律っていうのは自然界に初めから存在するわけじゃないんです。次の段落を見てください。これに対して法律はより良い社会を実現するために制定していくもんなんだ。法律っていうのは我々が守るべきルールです。こういう風なルールがあると生活しやすいよね。 こういうことはすべきじゃないよねっていう形でより良い社会を実現するためにじゃあ人を殺さない世の中にしよう借りたお金は返した方がいいよねっていうふうに作っていくルールなんだつまり法律というのは人為的に作ったものなんです自然界に存在するものではなくてこうすべきだというルールを人間が作ったんだというものになりますだから作る対象なんですね だから自然を見て発見するのではなくて人間が作ったもんなんだそれを今から勉強するんだよ次見てくださいより良い社会を実現するために作るんですがより良い社会がどのような社会であるかについては一定の価値観が存在します例えば保守的な考え儒教的な考え仏教の考え国によって法律は違います 今の日本でいい社会というものを実現するために今の法律があるわけですだから法律は状況によって変わります例えば会社法って法律はよく改正がありますが平成18年に会社法ができ,できた時には世の中こう規制緩和の流れだったんですねあの小泉政権とかが規制緩和。 民営化とかいろいろ言ってましたけれども、その一環として会社法が最初作られて、会社法ちゃんだからもうあれもオッケー、これもオッケーっていうそういうまあ思想の元で作られましたから、そうするとですね、あ会社法ってもうそういういろいろオッケーだよみたいな法律なんだなってことが分かります。でそれではいろんな事件が起こって不祥事が起こったので少し厳しくしようってことで改正が行われて、え少しブレーキが積まれたんですが。 いう形でどんな社会を実現したいかによって法律も変わってくるわけですだから政権が変われば法律を変えます例えばある政党からある政党に政権変われば A という政党と B という政党ではこういう社会を目指そうこれがいい社会だって考え方が違うわけですねだからその B という政党の考えるいい社会を実現するために法律を作っていくわけですよ だから法律というのは考えが変われば変わるし政権が変われば変わるし、えーまあ、政党がですね、えー、与党が変われば変わっていくわけです、まあ、そんな形で普遍のものじゃないんだよってことだから皆さんは法律をこれからこういう法律がありますこういう法律がありますって勉強するんですが勉強するときにその法律がその条文が何のためにあるのかっていうのを考えるといいですね何のために作ったんだと 法律の趣旨といいますがその趣旨を考えることによって頭にすっと入ってきます、まあ、これが理由付けとも呼ばれますけれども単に何々をしてはいけない何々や書類が必要だとかいろいろ学びますがそれを勉強する裏にどんな社会を目指そうとしているのか何を目指す条文なのか何のために作ったのかっていうのを、まあ、特に最初のうちは考えることによってもう身に染みて分かれば覚えやすいんですよ納得できた方が。 だからまあ講義でも言いますし最初のうちはそんな形で勉強していくことになります、まあ、だからいろんなお話はこれからしていくとは思うんですがまあそれは皆さんにこう覚えやすくしていくということがありますねだから気をつけなければいけないのはあの法律ってすぐ変わります自然界の法則っていうのは間違ってない限り普通変わらないわけですよ常に成立する関係だからでもこの法律っていうのは より良い社会という考え方があってあの社会を実現するために、えー、国民に守らせようってルールですからその考え方が変われば変わるしでその法律があんまり機能してないようであれば変わるんですよ例えば、えー、交通事故が多いっていうのであればじゃあ罰則を厳しくしようってなるし、えー、ちょっとですね痛ましい事故かなんかあればじゃあもっと飲酒運転厳しくしなきゃなんて形で法律が変わりましたですからそんな形で、えー、より良い社会、えー まあ人々の考え方が変変わわれば法律も変わるもるんんなんだだから、法律を勉強するとなかなか大変なんですが、改正があります法律変わるんですそうするとその改正にこう対応していかなければいけないということになるだから法律を勉強する時にはもうなるべく新しい教材で新しい行為でこう勉強していくということが必要になりますね、もうここ3年ぐらいでも結構法律の改正があってもう3年ぐらい前のテキストは今、使えないぐらいになっています。 民法も大改正があって、今度会社法も変わってということに、一応ですね、皆さんのこの勉強は、一通りここ2、3年で大きな改正が大体終わった後ということになりますので、まあそのあたりは、もうなかなか去年と今年あたりは受験生もなかなか改正改正でしんどかったんですが、まあただ、 こういうふうな手続き法なんか勉強していきますとやっぱり手続きに不備があれば変えざるを得ませんからやっぱり改正というのは付きまとってくるわけですから最新情報には敏感になっていただければとは思うんですが、まあ、とにかくそんな形で法律というのは変わるもので今の日本の 現在の法律を学ぶんだ、ああいう意識をちょっと持つようにしてください。では、1ページ、例題の1の最後の2行、ちょっとチェックしてみてください、えー。このように、より良い社会を実現するために作られた規範のことを社会規範と呼ぶ。法律は社会規範であると言えるんだ。まあ、我々が守るべきルールということになります。まあ、日本では国会が作っていきますけどね。えー、国会が我々に守らせようとしているルールが、えー、こちらのですね、 法律なんですよということになりますこれを社会規範と呼びますまあ規範はルールですね社会的なルールではこの社会的なルールというのは法律だけなんですかちょっとそんなことはありません括弧二2番見てください法律と道徳例題の2より良い社会を実現するために作られた社会規範とすれば法律のほかに道徳があるが法律と道徳の違いを答えよ 法律と道徳の違いを答えよさあこれも具体例を考えながら考えてください具体例を思い浮かべて考えてみてください法律は人を殺すな借りたものは返せ人を殴るなこんなのが法律ですが道徳は 困ってる人がいたら助けようとかお年寄りには席を譲ろうとかあこんなのが道徳ですよねなんとなく違いがわかるような気もします両方ともより良い社会を実現するためのルールです我々が守るべき規範です道徳を守ればより良い社会になるし法律を守ることによってより良い社会になります法律を守れば人を殺さない世の中になります借りたものは返します 道徳を守れば人に優しくできます。何が違うんでしょうか守らなかった時が違うんです。その下を見てください。法律と道徳はより良い社会を実現するために作られた社会規範であることは共通するが、国家権力による強制力の有無が違うんです。つまりの後チェックしてください。道徳には国家権力による強制力がないが、法律には国家権力による強制力がある。法律は 絶対守るような国家が強制している関係なんです道徳はできれば守ってほしいと言ってるだけであって国家が無理やり守らせようという強制力はありません例えばその下見てください人のものを盗めば刑法で懲役罰金という刑罰を科せられます法律は守らなかった時に罰があるんですよあるいは例えばお金返さなかったってあれば民法 の世界だって罰則ありますよ例えば罰則というか民法の世界でも、うん、お金を返さなければ強制執行なんて形で裁判所が無理やり返させるっていうことをさせます刑法なんか守らなければもう最悪は死刑になりますからねですから例えば放火しちゃう殺人しちゃうそういうことをするなよなってことで罰を科すわけですそうすると死刑になりたくないから放火をそうみたいなことになるわけですねいうことで 国が無理やり守らせようとしているのが法律それに対して道徳は守らなかった時の罰則を国は用意してませんだから守んなくったってお咎がめなしですまあお年寄りに席を譲らなかったら白い目で見られるぐらいですよだから できれば守ってほしいけど、まあ無理やり守らせるものでもないかというのが道徳なんだというふうに理解するといいですね。あの横断歩道の前で車止まらなければいけないのは道徳ではなくて法律ですよね。ですからあのちゃんとですね、えー、横断歩道に子供がと渡ろうとしているときに止まらなかったときには。 まあ、パトカーに見つかかれれば追いかけられますよですからこのように、まあ、道徳と法律の違いってそこにあります道徳であれば守んなくたってちょっと優しくしてあげなよと言われるぐらいですが法律は守んなかった時におとがめがある守るように国が強制してるんだといった関係がありますということでこれで法律の正体が分かりましたかっこ3番2行チェックしてみてください以上のことから法律は 国家権力による強制力を持った社会規範であると言える国家権力による強制力を持った社会規範なんだということです社会規範我々が守るべきルールではあるんですが社会的なルールではあるんですがその中で道徳とは違って国家による強制力があるもの 国家による強制力があるものというふうに言えます。では次のページいってください。二ページの頭です。で二ページの頭に行ってもらいましたが、ちょっと顔を上げてもらって。 前のページの一番下に今見ないでくださいよチェックしましたよね法律とは何ですかって言った時に覚えてますまあ一語一句でなくても国家による強制力を持った社会規範だってことですよね覚えてましたか,だかこういうのを講義聞いてる中もどんどん覚えるようにしてくださいね、まあ、今はまだ試験に直結する話はしてませんこれから皆さんが法律を勉強するにあたる一番最初の基礎知識を勉強してますがこれから講義を聞くにあたって 講義の中で覚えようと思って聞いてるのか、真剣に聞いてるのか、単に聞いてるのかっていうので、結構大きく分かれます。もう、この場で覚えてしまうってつもりで聞くことが大事ですね。だから、例えば、うん、1、2行チェックした時に、これ覚えようっていうことで頭の中でこうに繰り返してみるだとか、こうやって意識しながら読むだけでも全然違いますよ。で、あとで3時間後に、じゃあ復習しようかなというよりは、もう今覚えられるものは覚えてしまうっていうつもりで聞いてください。で まあ、社会人の方だとかあるいは育児やってる方だとかあ家でですね家事やって忙しいという方たくさんいますよそういう方がもう3時間時間とってくれるというのは非常に大きな話だと思いますですからあ皆さんの3時間大事な3時間預かっているわけですからあその分、密度の高い講義をしていくし、えー、もうとにかく試験直結の話はしていきますが皆さんの方も大事な3時間だってことでもう この講義聞いた後に復習すればいいやっていうのではなくてもう講義の中で覚えてしまうってつもりでぜひ聞いていただければと思うんですねだから通信の方なんかは早回しができるかと思いますが、うん、早回しをしていい加減に聞くよりはもう真剣に1回ちゃんと聞くと。 いうことをお勧めをおめしたいいいかなとううふうに思いますので、えー、しっかりこう1回聞いてもらってその中で覚えてしまうことは覚えるんだという形で聞いていただければいいと思いますで通学生の方も通信生の方もあのウェブなんかでフォローができますからあのどうしてもこう例えば講義何回も聞く必要ないですよ何回も聞く必要ないので1回聞いてもう覚えてしまうという一期一会のつもりで聞いていただければいいんですがただ、例えば合格者の方なんかでも何回も聞いたって方はいて でそういう方はどういう方かというと例えば、運転してるだとかあの家事やっているとかで手が離せないとで例えば子供の育児をして手が離せないとで講義を流しっぱなしにしてましたって方はいますねだからそういう方はうん、まあ、何回も聞いていただくというのは1ついいと思いますがそういうときにこう 1. 点何倍にするだとかいうことはありかもしれませんですけれども最初、1回目聞くときにはあちょっともう絶対。 ゆっくりゆっくりというか絶対、全部消化するんだ講義の間に覚えてしまうんだといった意識のもとで、うん、きちんと適切なペースで聞いてもらえばいいのかなというふうに思います慌てて、えー、曖昧なまま、うん、不完全なです、ね、講義を聞くよりはしっかりゆっくり聞いてもらった方がいいかなと思います、まあ、とにかくそんな形で講義も重要な勉強時間だと意識してもらってしっかり講義中に覚えるものは覚えてしまうあいったつもりで聞いていただければと思います。 あの例えば今の前のページ2行チェックしてもらいましたけれども、えー、法律は国家権力による強制力を持った社会規範これもチェックしながらちょっと顔を上げてみて覚えてるかなっていうふうに0.5秒ぐらいでチェックしちゃえばいいわけですよねですからそんな形で、うんまあ、しっかり、えー、講義を聞いていただければと思いますちょっと1回目ですからお説教チックになってしまいますがもうこれから130回 時間と費用をかけて勉強するわけですからもう絶対受かってほしいわけですよしっかり講義を聞いて受かってほしいというふうふに思いますねでは2ページの頭のところ見ていきます国家によって守るべき社会規範が法律という形で強制されることで秩序が維持されより良い社会が実現できるんだということですね簡単に言えば国家がその権力によって無理にでも国民に守らせることで秩序を維持していこうということなんです。 だからよく法律は最低限の道徳というふうに呼ばれます、まあ、道徳というのは広いわけです優しくしようというところまで含めて困っている人がいたら助けようというところまで含めて広いんですがその中でも本当に絶対守ってくれよなこれ守らなきゃあかんでというのが法律なんだというふうに思ってくださいとにかくまあそのようにもう国が絶対守らせよう最低限守らせようとしている社会規範だ とというところにになるわけですでですすすは、えー、お時間ですから休憩の方に入っていきます、えー、これから3時間の講義の中で間に10分の休憩が入りますですからだいたい1時間25分から1時間30分ぐらい経ったところで休憩を入れますので、えー、入った時間が遅くなればそこから10分取りますのであちょっとなんかいつもより遅いから休憩3分しかないのかとかそういうことはありませんので今からちょっと10分休憩しますので、えーまあ、トイレだとか、えー そういうことでちょっと休憩をしていただいて10分後また再開したいと思いますえではあ休憩しましょう休憩ですはいえそれでは後半の講義ですね始めていきたいと思いますでまあ、後半の講義をですね具体的に始める前に一つだけお話をしておきたいのがよく質問があるのがまあ、この時期何をやってればいいですかと言った質問になります で基本的にはですね講義の方で必要なことはやりますから、まあ、講義の方にきちんとついてきていただければいいんですが、まあ、確かにまあこの時期まだ講義が本格的に始まらなくて、えー、例えば通学生の方なんかでも週1回とか、えー、いう形で、えー、もう少しできるよという,ふうに思うかもしれませんね、まあ、あの例えばちょっと遅く申し込んだあ通信の方春生の通信の方なんかは講義がもう溜まっているでしょうからしっかり。えー、その 配信されている講義をついてきてもらうということでいいと思いますが早く申し込まれた方とかこの秋生の方で早くこう申し込んであるいは生講義に来ているような方は少しもう少しできるよということかもしれませんが、まあ、基本的にはあまり自分で進める必要はないかなという,ふうに思いますあの、まあ、今の段階でやることっていうのはそんなに多くはないし、まあ、これから講義の方でしっかりやっていきますから ただ今、例えばできることといえば、まあ、一つは環境作りですねで。これから本格的に勉強が始まっていくと、どこで復習するのか、例えば勉強部屋を作るとか、あるいは家帰って、うん、テレビがあって勉強できないという方は、あのこれ家族いる方は無理かもしれませんが、テレビを捨てちゃったという方もいます。まあ、テレビを そうですね押し入れにしまっちゃうとか、まあ、テレビがなくたって生活できますからねですからそんな形でどうやったら勉強時間増やせるかどうやったら集中できるかというのを今のうちに考えておくというのが必要になります、まあ、例えば電車で通勤している方はどの電車に乗れば座って勉強できるかとか。 例えば休校に行っていつもこうおしくらまんじゅうになってです、ねえー、本も開けないという方はちょっと早く起きて普通電車に乗っていけば座れるという方はそれで勉強できるのかもしれませんですから、そんな形でどこで勉強できるのかどうやったら勉強時間を増やせるのかあとは会社のお昼休みですねお昼休みどうしてもこう同僚とご飯食べに行っちゃってそれでお昼終わっちゃうよという方もいるかもしれませんそうするとじゃあお昼は1人でこうおにぎりでも朝のうち買っておいて うん、食べればあ60分フルで勉強できるじゃないかってことになるかもしれませんで1年間、なかなか人付き合いとか減っちゃうかもしれませんけれどが、まあ、それはもう資格の試験を受ける以上多少しょうがない面があって必要最小限ですね、えー、のえことはですねもちろん社会人ですからやるとは思いますがなるべくこう 勉強できる環境の方を優先するってことが受かるためには必要になっていきますのでその辺り、ちょっとですねあの必要なものはもちろんやらなければいけませんがあそうじゃなくてちょっと友達と飲み行こうかっていうのは断るだとかああいうことで勉強時間をどうやったら増やせるかということをです、ね、考えていただければというふうふに思いますね。ででで社会人の方で家帰っててどううしてもこう集中できないそそ そう,そういうことはよくあるんですね、家帰るとやっぱりリラックスモードになりますから、ああパジャマかなんかに着替えて、あと休むだけだみたいな、ね、とりあえず勉強始める前にえお風呂入ってテレビ見て休んでからやろうかって言ったら、今日はもういっかってなっちゃったりとか、ああいうことはよくあるんですね、だから、うんまあ、昔、よくアドバイスしていたのが、家に帰る前に喫茶店でやっていけばいいじゃないかみたいな、ああいう話だとか、いうこともあるわけです。でですからそんな形で 勉強というのは家で机じゃなければできないということはありませんからどこで勉強できるのかどうやったら勉強できるのかというのをちょっと考えてほしいかなというふうふに思いますねでもちろんその時に例えば講義を聞いたりうんってこう最初理解する勉強というのはちょっと落ち着いた環境で,で電車の中というのは復習で記憶の作業をするとかに向いているとかいうこともありますのでそんな形でちょっと環境作りというものをやっていただければと思います でそれでも他にもうちょっとなんかやることないですかねって方は例えば法務局を今のうち見学に行って司法書士の人をこう見るっていうのもありますよね、まあ、ただ、このご時世なかなか出歩けないというのであれば昔は裁判所にも行っておくといいですよな話をしたんですがでこの時期、じゃあ何かやったことないですかって方のために、えー、講義ノートの後ろの方にほうに48ページのところですね 参考となる書籍ということで、えー、といろんな本なんかも紹介してますから今のうちに、まあ、例えば入門書なんかを読んどくというのは1つあります48ページから49ページにかけて漫画だとかあとは実務家の書いた本だとかあとは49ページの方は法律を学ぶ前に えとですね、プレップ法学を学ぶ前にやった本も書いてありますけれども法律を学ぶ前に法律用語だとかを分かりやすく説明している本なんかもありますから、まあ、こんなのも読んでおくといいかなということになりますそれから48ページの上の方には私の書いた勉強法の本ですね。えーと まあこちらになりますが司法書士試験、えー、すぐに結果が出る勉強メソッド55と、えー、私のクラスの合格者の方と一緒にえ書きましたので、あのー、これから勉強するときにです、ね、この勉強をしっかり効率的にやるためにも正しい勉強法でやる必要がありますから、まあ、ぜひ早いうちに読んでおいていただければいいかなという,ふうに思います。こんんな形でで勉強法について読んでそれからまああのー 環境づくりをしてということで今のところはいいかと思います講義の方もどんどん進んでいきますから合間のうちにそういうことをやって講義の方にですね参加できるようにしていただければいいかなと思いますでは後半の講義始めていきましょうまた次回のところではですね今日あのいろいろお話をしちゃうとそれだけで終わっちゃうので勉強に戻りますが次回のところでは必要になるものについてお話をしていきますのでちょっと憲法とか民法の本格的な勉強が始まる前にこれは用意してくださいだとか例えば六法 はこういうものを用意してくださいだとか携帯使用書士を復習用で使ってくださいだとかお話はしていきますからとりあえず今回のところは勉強のほうをさらに進めていきたいと思いますでは講義ノートのほう戻ってみてください2ページのところになります法律による解決 で法律はより良い社会を作るために我々が守んなければいけないルールだよってお話をしましたえ国家が作って国民の皆さんはこれを守ってくださいねえ守らないと遅かめがありますよ無理やり守らされているルールになりますでもそれは守ることによって秩序が保てますからね我々がより良い社会で生活できるようになりますから、まあ、守ることイコールなんか服従されて嫌だって話でもないんですが、まあ、じゃあその法律でどういうふうに物事は解決するんだろうかという具体例これを見ていきましょう 2ページのカッコ4番です法律による解決例題の3例題で見ていきましょうか A は競馬で負けてむしゃくしゃしていたあそこでたまたま歩いていた B を殴った B は全治3ヶ月の怪我をし入院した法律関係を答えようさあこれ殴られて怪我し,たしました法律で解決できなければ暴力が許される世の中になってしまう法律はどのように解決をするんでしょうかといったお話になりますねでまず その下に刑法があります見てください人の身体を傷害した者は15年以下の懲役または50万以下の罰金に処するこのような刑法条文がありますだから今回は殴って怪我をさせた殴って怪我をさせましたからこの条文の人の身体を傷害した者に該当します人の身体を傷害した者ということで刑法が適用されて懲役・罰金の刑罰が下されます 懲役、罰金の刑罰、懲役か罰金ですね。懲役またはって書いてありますから、あ懲役か罰金、どちらかの刑罰に処せられるんだ。ということで、まあ逆に言うと、え暴,えー、暴力を振るって怪我をし、怪我をさせてしまったら、傷害罪になるからあ、そういうことはするんじゃないよっていうのが第一義的ではありますが、あ怪我をさせてしまえば、実際にこの傷害罪の刑罰に課せられるんだということになります。ただ、 刑法だけで終わりではありません。刑法だけで終わりではない。なぜかというと、この刑法が適用されて、例えば A さんはむしゃくしゃしていたからといって人を殴るのは良くない世の中です。だからむしゃくしゃして人を殴っていいわけはありません。刑,刑法が適用されて、傷害罪の刑罰に課せられます。ただそれだけでは、B さんは救済されません。殴られて、怪我をして、入院してます。 入院している間、仕事の、例えばバイトであれば、お金が入ってこないかもしれません。後遺症が残るかもしれません。いろんな損害があります。刑法で A さんに懲役課せられたとしても、B さんはそれで救われないんですね。そこで、今度は民法が登場しなければいけません。民法709条。 行為または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者はこれによって生じた損害を賠償する責任を人に怪我をさせたりしたら損害賠償しなさい損害賠償しなさいえこの条文がありますので B は A に B が被った損害を B は A に請求することができます A さんは B さんに損害賠償しなさいということになりますね B さんはいろんな損害を被ってますからそれを A に請求することができるんだということになるわけですよこれで A さんはバイト代が入ってこなかった分を A に請求したりそれからです、ね、B は A に対して治療代などを請求したりして救済をしてもらうということになるわけですよろしいでしょうか よくこういう事件が起こるとです、ね、刑事事件刑事件刑の裁判が行われましたあ民事の裁判が行われましたなんてニュースがありますでニュースの中ではなんか刑事事件では勝ったけれども民事事件では負けましたみたいなあこんなニュースもありますが2つ裁判が行われるってことですねまずはあ国家権力が刑罰を勝つぞという裁判これが刑事事件ですね刑法を使った裁判が行われてえ今度は殴られた B さんが A さんに対して損害賠償だって訴訟が行われます ニュース見てるのはなんで刑事と民事1つの事件なのに2つの事件があるのかなと2つの裁判が行われるのかなっていうとこういうことなんですね刑事事件で罰を科したからといって民事的に B さんが救済されるわけじゃないから今度は民事裁判が行われるんだよ まあもちろん民事裁判を行わなくたって自主的に A が損害賠償をしてくれればいいんですがそうでない限り B さんは A さんに損害賠償を請求することができるんだ A さんが払ってくれなければそういう裁判をすることができるんだこういうことになるわけですよろしいでしょうか。とということで 刑法もありますこれはより良い社会になるように暴力を振るわないようにということで法律があるわけですがもし振るってしまったときにそれだけでは被害者の救済ができませんからきちんと民法の方でも損害賠償ができるような条文があるんだ、まあ、その辺りの構成はまた後でお話をしますからねでこれは例えば幼稚園なんかでも全く一緒ですよね 幼稚園なんかでも、刑法、つまり先生との関係、国家権力との関係、先生との関係で言うと、悪いことしちゃダメじゃないか、先生が怒って反省させますよ。これが刑法の役割だと思います。でもそれでは殴られたお友達が救済されないので、じゃあ先生と一緒に謝りに行こうっつって、 民事的にも解決するわけですねだからこんな形で国家との関係では刑法があってえその、うんまあ、被害者と加害者の関係で民法があるというふうに考えるとえ分かりやすいかなと思います、まあ、そのあたりのお話はまた後でしていきますとりあえず今はせっかく法律を学んだのでこういうふうに使うんだよっていう見本を簡単な例で示したということにすぎませんでは次に行きましょうえこのようにどんどん話を発展させていきますからねえ今度は2ページの下数字の2番憲法とは何か憲法とは何か さあ皆さん憲法ってどんなイメージがありますか、まあ、話をよく聞いたりしますよね、最近だと憲法改正を、えー、どうしてもしたいとかああいう話を国会から出てきたり内閣の方から総理大臣の方から出てきたりもしましたから、まあ、憲法改正、憲法は変えるべきかみたいな議題、議案、議題はよく聞きます。えー、そういういう論争なんかもありますよね でもじゃあ憲法改正にあなたは反対ですか賛成ですかみたいなニュースが時々あって憲法改正に何パーセントの人が賛成ですみたいなニュースがありますがその人は本当に憲法が何か分かっていて答えてるんでしょうかって問題はありますよねさあ憲法とは一体何かこれを考えていくことにしましょうさあ何でしょう今法律は学びましたその法律と憲法の関係頭の中で答えてみてください 多くの人は誤解している点があります。例えば、六法があります。六法いろんな法律が入ってますが、その中に憲法というのがあって、じゃあ憲法には何が書かれてますかっていうと、いや、この法律の中で一番大事なことが書かれてる。つまり、法律の中心ではないかというふうに考える人がいますが、実は違うんですね。法律と憲法は別物だと思ってください。 例えば、この中にいろんな法律が載ってますが、この法律の中で憲法だけが別って考えてもいいです。憲法だけが別って考えてもいいぐらいです。では、そのあたりお話をしていきましょう。えー、数字の2番、括国一、国家権力です。ちょっと突然国家権力の話が始まりますが、えー、これまで見てきたように、法律は国家権力による強制力を持った社会規範であった。そうでしたね。で、このことは、当然国家には権力があることを前提にしている。 国家には権力は存在するんだってことです。法律というのは国家権力が我々国民に守れよって強制しているものです。ってことは国家権力が強制しているってことは国家権力が存在することを前提にした議論でしたよね。だから国家権力は必ずあるんですよ。で、その下参考までに 国家とは何かということを言っておけば国家とは一定の限定された地域領土に定住する人国民が存在しその国民が服従を強制される実力つまり権力によって統治される社会のことで国家の3要素というのが次のページの頭に領土国民権力これが国家の3要素と呼ばれておりますがその中に権力が存在しますで権力っていうと悪い言葉のように思いますが権力は絶対必要です だって権力がなければ法律を守らせることができないですから例えば道路交通法を守らない人が出てきてしまったらそれは道路交通法を誰も守らなくなる赤信号でも誰も止まらなくなって交通秩序が乱れますよねで、悪いことをしたら捕まえる警察必要です、でこのようにですね、いくら警報があったってそれを守らせることができなければこれは世の中良くなりませんよ。だから、 権力というのは絶対必要で、もう警察だとかあ、それも含めた権力は絶対必要です。そうじゃなければ、えー、我々国民は安心して生活をすることができません。3ページの頭の図を見てください。このように、権力が国民に法律を強制して守れよなって言って、強制力を働かせてるから国民は 法律を守るわけですパトカーが追いかけてくるから赤信号を守るわけですだからいい世の中になるんですよ法律というのは国家権力が後ろで無理やり守らせてる守らせ,守らせてるだからこそみんな守るだからみんな法律を守るいい世の中になってるんだってことですでもそんなに国家を信頼していいのかって問題はありますよね 国家権力で暴走するんです。カッコ3、カッコ2番見てください。権力は腐敗します。国家はより良い社会を実現するために法律を作り、権力でそれを守らせているのであるが、乱用される危険がないわけでもない。つまり、常に国民のためを考えて法律を作ってくれるとは限られず、えー、暴走を始める危険があるんだ。権力は腐敗しやすいんだ。例えば、 独裁を考えてもらうと独裁者が自分の好きなように法律を作って国民に従わせます国家権力だから従わせることができますでも本当にそれって国民のための法律なんでしょうか国家権力者独裁者が自分の独裁を維持するために国民を虐げてるに過ぎない法律ってありますよね独裁の国なんか見るとそんな法律ばっかりかもしれませんではそれは遠い過去のことなのか 例えば、ナポレオンだとか、豊臣秀吉だとか、そういう世界の話なのか、よその独裁者の国の話なのかっていうと、そうでもないわけですよね。近代の日本でもそういうことはありました。その下見てください。例えば、治安維持法や国家総動員法は、権力腐敗の歴史だ。治安維持法というのは反政府的な言論を弾圧する法律だし、国家総動員法というのは、軍事工場での労働を強制するような法律ですから、それは、 国民のためを思ってより良い社会を作ろうと思って作った法律というよりは国家が戦争に勝つために国家のために作った法律と言えなくもないですよねこのように権力者というのは腐敗をして国民のためにより良い社会のために法律を作るというよりは国家権力維持のために法律を作るということになりかねないわけです。 その次見てくださいこのように権力が腐敗し国民の権利自由が不当に制限されることもあるよねということになります,3番です憲法は国家権力の歯止めそこで国家権力の暴走を防ぐ必要があるんだつまり権力者の守るべきルールを作り国家をそれに従わせる必要があるこのルールこそ憲法なんだ次の2行チェックしてみてください つまり憲法とは国家権力の乱用を抑制し国民の権利・自由を守るための基本法なんだということになりますまた憲法で国家権力を制限し憲法に基づいて政治を行うことを立憲主義というさあ国家が暴走しないようにする歯止め国家さん国家さん 国民を苦しめるような法律を作っちゃあかんでって国家の暴走を防ぐための仕組みが憲法だ、なんですね。だから憲法というのは国家権力の暴走、乱用を抑制する。で、それで国民の権利が虐げられないようにしていく。これが憲法なんです。次のページを見てください。図があります、真ん中に。 先ほどからお話をしている通り、法律というのは国民に強制されているものになりますが、憲法というのは国家に守らせようとしているんです。つまり何を言いたいかというと、法律を守るのは誰ですかお前法律守んなきゃダメだよって言われるの誰ですかこれ国民ですよね。お前憲法を守んなきゃダメだよって言われるのは国家なんです。 国家が守るルールーなんですよ法律は国民が守るルールなのに対して憲法は国家さん国家さんこれ守ってねっていうルールなんですだから難しい言葉で言うと名当て人が違いますよね国民が守んなければいけないルール国民を国民宛てのルールが法律なのに対して憲法は国家宛てのルールなんです国家が守んなければいけないルール国家のルールなんです 例えば話は違いますがえ学校でより良い学校生活を送るためには生徒が先生の言うことを聞かないとだめですよでも先生が暴走しないようにその裏に教育委員会だとかあ教育指導要領だとかいろいろありますよねそれと同じように国家の言うことを守るからいい世の中になるわけですが国家が暴走しないように歯止めをかけるものが憲法なんだというふうに理解をしてくださいではもう一度前のページ戻ってください 下から4行目に国家権力の暴走を防ぐ。つまり国家権力の乱用抑制しと書いてあって国民の権利自を守るんだ。国家が国民の権利を侵害してしまう。そういうのを防ぐために国家権力を暴走しないようにしていく。これが憲法なんですね。チェックしてあるかと思います。それによって国民の権利を守っていこう。この国民の権利のことを人権というわけですよ。だから憲法に人権が書いてあります。 よく中学校なんかでも憲法の三本柱とか言って基本的人権の尊重平和主義国民主権とか習いますがその人権保障っていうのがこの権利なわけですね人権なわけですつまり人権保障人権守ろうというのは誰から人権守ろうとしているのかっていうと国から守ろうとしているんです我々の人権を国家権力から守ろうとしてます これが憲法の基本原理なんですよ。まあ、それがいいか悪いかというのは議論があってだから憲法改正がどうのこうのあるんですがこれを理解しないと話にならないということですでこういうのも教えないでなんか小学校で人権のポスターを書きましょうって何を書くのかなという話になりますが、まあ、とにかく国家権力から我々の人権を守ってくれというふうに言っているのが憲法なんだだか,だから憲法なんかだと表現の自由ってありますよね。 我々はどんな表現してもいい。で、これもですね、国家が例えばさっき言った治安維持法なんかで、反政府的な言論を、えー、言ってしまった人を罰するって法律を作っちゃうわけです。例えば、国家反対みたいなことを言ったら、法律で罰するよみたいな、そういう法律を作れないってこと。 我々は表現の自由があるから国家批判だってしてもいいわけですよ。戦争批判だってしてもいいわけですよ。そういうことを言ったらあ国家に反対するやつは罰するぜっていう法律を作ってしまう。それができないように表現の自由。これをですね、保障してるんです。つまり表現の自由っていうのは国家が国民の表現を規制しないように憲法に、えー、国民には表現の自由があるよって書いてあるわけです。で、これだってほっといたら 国家権力というのは表現大嫌いなんですよ独裁者考えればわかります悪口言われたくないですよね批判されたくないですよねで、あるいは学問の自由これも独裁者は嫌います国民が学問して批判的精神身につけると独裁者にとっては致命的だからです国民はバカな方がいいわけです国民がいろいろ知るよその国のことを知るうちの国の権力者はおかしいんじゃねえかって気づいたら終わりなんですよ だから学問というのもどんどん規制を始めます大学で反政府的な学問しな,いようなしないようになんて法律を作ったり制度を作ったりしてしまうんですね、どうしてもだから憲法に学問の自由は大事だよって書いて国家権力が国民の学問の自由を制限しないように学問をちゃんと勉強できるようにうん法律で,です、ねえー、暴走しないように憲法が国家権力を抑制しているんだと。 こここういうういいとととになりりまますでがしたかね憲法に人権保障と書いてあるのは国家から我々の人権を守るために書いてあるんだつまり表現の自由が保障するっていうのは、えー、国民には表現の自由があってそれを保障するから国家さん国家さん国民の権利を制約するような法律を作っちゃだめだよこういうことなんですねよろしいでしょうかだから憲法の名ーて人は国家権力なんだということをまずは知っておいてください、えー、次のページに行ってください 4ページの頭ですこのことから憲法を守るべきものは国民ではなく国家であることも確認しておこう憲法99条を見れば明らかだって書いてあります私たちは憲法を守らなくていいんです憲法に守られてるんです 99条を見てください天皇または摂政および国務大臣国会議員裁判官その他の公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負うほら国家権力者が列挙されているのであって国家側が列挙されているのであって国民入ってないんですよこれが憲法です でそれがいいか悪いかは別に言いませんよ、これは勉強の場ですからね、試験資格試験の場だから、でも、ここに国民を入れるっていう法案なんかも今、出されてるわけですよ、でそれが反対か賛成かということですよねで、ここに国民が入ってないっいのは、甘っちょろいって考え方もあるし、いや、憲法ってもともとそういうもんでしょって考え方もあるわけです、だから、まあ、とにかく憲法は国家権力を制限していて、国民は守らなくていいというのが日本の憲法なんですよというふうにまずは押さえておいてください。 でまあ、今、別に憲法議論するわけじゃないので試験の話をしているわけですがでそれで何が分かるかというと憲法違反だって訴訟があった時には訴えられるのは国家権力側です分かりますだってルールっていうのは守らないととがめられるわけですねで憲法って誰が守るべきルールですか国家側ですよねだから憲法違反かだっていうふうに訴えられているのは国家権力だから憲法のテキストで 訴えられて、これは憲法違反です。これは憲法違反ではありませんっていう判例は、裁判例は、全部国家権力側、地方公共団体のこともありますが、国家権力側が訴えられていて、国家権力のその行為が、その制度が憲法違反かどうかを争われているわけです。 よろしいでしょうかだからこういう憲法とは何かっていうのは何のために勉強しているのかっていうと今なんでこんなお話をしているのかっていうとこれから憲法を勉強していくときに何となく判例を勉強し始めてる人がいていやそうじゃないでしょその前段階で憲法ってこういうもんでしょって今分かっておかないとその判例が理解できないんですよ全部国家権力者側が訴えられているのは国家が守るべきルールだからですよそれに気づいた国民があの 法律おかしくね。あの国家が作った法律、人権侵害してないとか、あの国家のやってる行動おかしくない、憲法違反じゃないって気づいて訴えてるわけです。これが憲法訴訟ですからね。だから国民が被告にはなりません。気づいた国民が国家を訴えて始まるのが憲法訴訟です。それに対して法律で訴訟が起こった場合は、被告側は国民ですからね。あの国民は刑法違反したとか、あの国民はお金返さないとか、訴えられてるわけですよ。 だから憲法訴訟で判例が出てきた時には国家の作った法律や国家のやった行為が憲法に違反するかどうかが争われてるんだってことになるわけです国民は憲法を守らなくていいですから訴えられることもありません憲法には平等権というのがあります平等権国民は平等です国民は平等ですこれを 守らなければいけないのもやっぱり国家なんですだから国家のやってることが平等じゃなければ我々は訴えることができますまつまり憲法に平等権がありますから国家は国民を平等に扱わなければいけないんですでも時々扱わないことがありますそうするとそれに気づいた国民があれ平等じゃねえぞって訴えると憲法に違反しますねってことでえ憲法違反という判例が出てすいませんでした憲法違反でしたなんて話になるわけですよ いいですよあの私は人を不平等に扱ったってそりゃそうでしょう例えば恋なんかすれば恋は不平等ですからねなんであっちばっかり可愛がるんだって話になりますよそれはしょうがないわけですあるいは八百屋がタイムセールやってなんでさっきのお客さんに安く売ったんですかいやそれはなんか5時までに来てくれたからって話になりますよ平等に扱わなければいけないってなったら商売もできません恋もできませんという話になりますから別に我々は憲法を守って人を平等に扱わなければなんていう,ふうに考える必要はないわけですね ところが国家権力が人を不平等に扱ったら憲法違反になります何であの人とこの人同じ,報酬同じ年収なのにあっちからは税金たくさん取るんですかみたいなそれはもう憲法違反ですよ同じ報酬であれば同じ税金取らなければいけないですねあるいはよくあるのが男女不平等これも結構裁判起こってます何で女性ばっかり不平等なんですか今まで女性が 不平等に扱われているって法律は結構多かったわけです。で、それが気づいた国民があれは女性差別やないかって訴えて確かに国が女性差別してますね。憲法14条は平等権ですから男性も女性も平等に扱わなければいけないのに、えー、女性ばっかり、えーまあ、不平等だってことで訴えられて、えー、結構憲法違反の法律が出てます。すいません、えー。国が作った法律は憲法違反でしたってことになるわけですね。 まあともう一つぐらい例を挙げておきましょうか、えー、っと靖国神社に行くと訴えられます総理大臣とかが靖国神社に行くとよく裁判になります靖国訴訟と言います何であれが問題になるんでしょうか実は憲法に政教分離という考え方が書いてあるからです政教政治と宗教です政治と宗教政教分離政治と宗教は分離しなければいけないんです でその前段階からお話をするとあ今、聞いておけばいいですよ憲法をやったらみっちりやりますからあの今、考え方で国が訴えられるんだってことが分かっているわけです国とか地方公共団体とか権力者側が憲法には信教の自由というのがあります我々はどんな宗教を信じてもいいです信じなくてもいいです強制されることもありませんだから別にキリスト教でも仏教でも、まあ、どんな宗教を信じてもいいし 信じない自由もあるし宗教を始める自由だってありますただこれを確保するためには国が宗教から離れていることが必要です例えば国が仏教を信じてしまうとどうなります うちの国は仏教、仏教国です。それはそれでありですけどね。えー、トンガ王国のようなキリスト教の国もありますよで。国全体がイスラム教の国もありますよ。でも、日本も昔は仏教で国を治めた聖徳太子とかもおりましたけれども、日本っていうのは同調勢力が強いですよね。ですから、もし国が、うちの国はなんとかという宗教を信じますというふうに、国が宗教を信じてしまうとどうなるかっていうと、多分、 他の宗教を弾圧にかかってきますこれ歴史から見ても明らかですね、キリスト教弾圧とかありましてね、昔は踏み絵とか言いましたが、今、確か絵踏みとか言うんですよねあの、若い人の教科書だと、えー、ですから、そんな形でキリスト教弾圧なんかもあった、国がある宗教を信じると、他の宗教を弾圧するって傾向が日本にはあるんですね。 だから、例えば他の国のように、ヨーロッパの国なんかでは国境、国の宗教があるけれども、どんな宗教を信じてもいいですよって国もあります。でも日本では多分国が宗教を信じてしまうと、他の宗教を断圧にかかっていくるんですよ。同調勢力強い国だから。だから、信教の自由を保護するために、じゃあ、国と宗教を 隔離しよっかっていう政教分離の原則が採用されたんですだから憲法にはまず「信教の自由がありますよ」って書いてあって「政治と宗教は離れましょう」って書いてあるわけですねこれが信教の自由とそれを確保するための制度である政教分離ですだから総理大臣が靖国神社に行くと「政教分離に反してるんじゃないか」って気づいた国民が訴えて靖国訴訟が始まるわけです まあこれもだから靖国神社行くこと自体が悪いことではなくて違憲判決もありますあの、違憲だったのはですね憲法違反になったのは愛媛県知事が玉串料といって榊の,の枝を立てて正式にお金を奉納したでそうすると、ですね愛媛県知事は靖国神社を信奉しているのかということで政教分離違反になったわけですだから総理大臣なんかも行くときにもあのわざと小銭で。こう 払ったた総理大臣ももいまししがそそれはもうその判例を意識してですよねだから、もちろんどこからがあの憲法違反かってことはまた詳しくやりますが愛犬判決として有名なのは靖国神社にこう玉串料って形で正式なお祭りの時にこうやったというのは憲法違反出てます、それは政教部に出てます、だからそれにならないようにこう言ってると。 いうところになるわけですが、まあ、そういう細かい話はまた試験に出る範囲で詳しくお話をしていきたいと思いますがとにかくそういう憲法訴訟というのはそういう時に起こるわけですよだから基本的に私が何かヘマしたって憲法訴訟にはなりません刑法違反だとか刑犯罪法違反だとか民法でなんか名誉毀損で訴えられるとかいうのはあるかもしれませんけれどもまあ憲法違反で訴えられることはまずないということになります私が皆さん不平等に扱ったからといって あっっちばか質問に答えてこっちの質問には答えてくれないじゃないか憲法14条平等権侵害だって言われたって別にあの皆さんが負けます憲法14条の平等権守んなくていいですからね国家権力じゃないからということになりましたよろしいでしょうかねということになりますではえこんな形で憲法というのが他の法律とは違うものなんだってまずは分かってくださいというコーナーでした ということで、法律とは何か、憲法とは何か、ということが分かっていただけたかなというふうに思います。では、ここでいろんな法律を学んでいったので、講義ノート4ページの下から、数字の3番、法律の分類の方に進んでいきましょう。えまずは、括弧一1番です。広報と司法に分けることができます。まずは2行チェックしてください。広報とは、 国間とは地方公共団体とその構成員国民と市民との間の関係を規定する法だ次の一行もチェックです司法とは国民と国民の間の関係を規定した法だ、まあ、チェックしてくださいって言ったところはチェックしていただいて、まあ、覚えていく部分になります、まあ、今はまだ理解をすることが中心ですが具体的に本論編に入ったらチェックした部分をしっかり覚えていくということがこれから皆さんに求められます もうち公法とは国国家権力側と国民側との関係を規定した法律なのに対して司法というのは国民と国民の関係を規定した法律なんだよということになります。 でまあ、国,に国は1つあって、その下に国民がいっぱいいますが、この国と国民との間を規定しているのが広報です、まあ、こっちの国民もそうですけどねで、国民と国民との間の関係を規定しているのが司法です、これが広報、これが司法ということになります。 まあ日本に生活している以上国と国民との関係もあるし国民と国民との関係があるわけですね。ですから例えば国と国民との間の関係というのは刑法ですよ。国民が何か犯罪をしたら国が罰するとか。あるいは税法なんかもそうですね。国が国民から税金取る。どういう時に税金取れるのかとか。こういうふうに国と国民との間の関係を規定したものが公法です。それに対して A さんが B さんに損害賠償しなさいとか A さんが B さんとの売買契約をしたらどんな効果があるかとかこんな形で国民と国民との間の関係を規定しているのが司法になります。ってことは国民と国民との間の関係を規定しているそれに違反したら司法が発動されるわけです。 だから国民と国民との間の関係を規定しているしその揉め事を解決するものが司法国と国民との関係を規定しているものが広報だしそこで起こった揉め事であれば公法を使って解決をしていくということになりますだから裁判所っていうのは実は見ることが自由ですだから皆さんがですね裁判所に行って法廷を自由に見ることができます であ今日この法廷見学しようかな、あの芸人とかでもあの裁判法廷を見てそれをネタにしているような芸人もおりますが、えーまあ、とにかく見に行くことができます、で見に行きます、で皆さんはこうやって見てますね、そうすると、原国籍、非国籍があって両方とも国民が座ってたらそこで使われている法律は司法ってことですよ、A さんと B さんが揉めててそれを解決しようとしてますから。 どちらかに国家が座ってる。まあ大体原告席でしょうね。原告席に国家が座っていて、えー、なんか薬物使ったなとか訴えられてるとか、犯罪したなって訴えられてるとか、税金払えよって訴えられてるとか、そうなったらそこで使われている法律が広報ってことになります。法律っていうのは、大体裁判ってのは2社でやります。三角形の訴訟ってあまりやりません。え、A さんと B さんと C さんが揉めていたら、A と B との争い、B と C との争い、 A と C との争いっていううに分解できますから、大体いい2社に分解して、2当事者で裁判するんですね。だから、ま、裁判というのは基本的に2社で行いますが、その2社間の裁判で、どちらかに国家が座っていたら、あそこで使われている法律は、広報というふうに思ってください。では、その下を見てください。広報には、刑法、民事訴訟法などがあり、司法には民法、会社法、商法などがあります。 ちょっと民事訴訟法難しいですね試験範囲ですけどあの民事訴訟法のっていうのはあの民事訴訟法というのは民法の争いを解決する訴訟ですからその民事訴訟の中で使われてるのは民法ですねだからこれは司法なんですよでも民事訴訟自体は国がどういう裁判をしてあげるかっていう法律なんで広報なんですよ A さんと B さんとの間の関係では民法で争ってます。お金返せと。で、お金返せって訴訟は国がどういう裁判をしてあげるかっていう候補なんですね。民事訴訟は。でここちょっと難しいんです。え具体例だと民事訴訟は司法ではないですかって言われますが、民事訴訟は裁判所が国民相手にどういう裁判をやってあげますよというふうなことが規定されている候補だと理解をしておいてください。では、今度は講義ノート5ページに進んでください。 2番実態法と手続き法と書いてあります実態法とはチェックしましょう実態法とは権利義務の発生変更消滅自体を規定する法だ手続き法とは権利を実現するための訴訟などの手続きを規定する法だ実態法というのは権利義務の発生変更消滅権利義務自体を規定しているつまり 内容自体ですで手続き法というのはそのための手続きですつまり実体法が金を返してもらえる 金を払ってもらえるこの土地は自分のものになるという内容面を規定しているどういうことをしたらどういう権利が発生するのかどういうことをしたらお金を払わなければいけないのかという実体的なことを規定しているものに対して手続き法というのはそれを実現するための手続きを規定している法なんだよということになりますだから例えば実体法がソフト手続き法がハードというふうにも言えます まあパソコンのソフトとハードでもいいですしスマホでもいいですし私が子供の頃はあのファミコンというのを買ってですねえーゲームをしてましたがそのファミコンも子供が言葉もよく分からないのにファミコンソフトっ言ってましたけれどもそのソフトというのがそのゲームの内容ですよねそれを走らせるための仕組みがハードなわけですよですから実態法というのが内容が書いてある法律で手続き法というのが その内容を実現するための手続きが規定されているものが手続き法なわけですソフトがあるだけではファミコンできません本体があって初めてできるわけですだからいくら内容でいいこと書いてあってそれを守らせるための仕組みがなければ誰も守らないし守ることはできないわけですそれを規定しているものが手続き法だと理解をしてください例えば民法 に今日一番最初にお話したとした登記の話が出てて例えば不動産登記をすると第三者に自分のものだとアピールできますって書いてあります民法177条って言うんですが民法177条にをすすると第三者に対抗できます A さんから B さんが買いました土地を買いました B さんがこの土地は俺のものだって言うためには登記をしなければいけない。 登記名義を B3 名義にしたら第三者にこの土地は俺のもんだと主張することができるよって書いてあるのが民法なんですでも皆さんこういうふうに民法学者がうん第三者に対抗するためにはどうしようかあ登記っていうのをすればいいんじゃないのあ登記制度いいねって考えたわけですよでもそのままではこの条文は生きないわけですどういうふうに登記をするか 投機をする役所って何かそういう手続きが規定されてなければ投機をしたら勝てますよっていう投機をしたら勝ちっていうルールを作ったところで具体的な投機のシステムがないと動かないわけですだから不動産投機法という手続き法が作ったわけですねこのようにいくら民法でじゃあ 先に何々した人を勝ちにしましょう相続の時にはこうしましょうとか言ったってじゃあ具体的にそれを動かすための手続きが必要なわけですその手続きを規定しているものが手続き法だということになるわけです あの別に一対一に対応するわけではありません民法の手続き法だってもちろんたくさんあります例えば民法を守らせるため民法で事件が起こった時の裁判するための手続きは民事訴訟法ですから民事訴訟法も民法の手続き法的な意味合いもありますだから一つのルールが守るためにはいろんな手続きが必要なものがあってそうすると手続き法はいっぱいあります あのブレイクスルーテキストに戻ってほしいんですがブレイクスルーテキストの8ページブレイクスルーテキストの8ページに戻ってみてください試験科目が書いてあります実は午前の部が実態法午後の部が手続き法なんです法律の権利自体 どうやったら権利が発生しますかあどういう場合に義務を負いますかというそのルール自体が規定されているものが実態法でそれが午前の部に出てきますまあ憲法も含めてで午後の部はそれを動かすための具体的な手続きそれを規定した手続き法が出題されます不動産登記の仕組みとか民事訴訟の仕組みとか 教託の仕組みとか民法には書いてありますよ教託をすれば弁済をしたものとします債務が消滅をします書いてありますでもどうやって教託すんの教託する役所ってどこ管轄とかあんの決まってなければ教託できませんそれが教託法として午後の部で取材されるわけです で大学で勉強する時には実態法が多いと思いますもちろん民事訴訟刑事訴訟などの重要な手続き法も勉強すると思いますが学問に値するのっていうのは実態法ですよねどんなルールがいいのかどういう社会を作るためのルールがいいのかこれを大学では学問として勉強しますが皆さんは学者になるわけではありません何になるんですか司法書士です司法書士は何をするんですか 法律の手続きです。具体的な手続きをする資格をもらおうとするわけですから手,つ手続き法が大事だって分かりますよね廃典も手続き法の方が多いですで手続き法なんていうのは大学であれば隅っこの科目ですよどういうふうに民法が発展してきたかどういう民法だといい世の中になるのかもちろん学問的にはそれが重要です 憲法にだっていろんな議論がありますそれを学ぶのが大学ですでも我々は学問を学ぶわけではなくて手続きをする人になるための法律を学ぶんです 当然その手続きの前提としての実態法も必要ですが具体的に実務をするのは手続きなんですよ不動産登記の手続き教託の手続きもちろんその裏には民法がありますから実態法がありますから実態法が分かってなければその表面の手続きだけ学んだってできません仕事はだからその裏にある実態法ももちろん学ばなければいけませんが実際に仕事は手続きをするわけです 法務手続きをするわけですだから試験には手続きがもちろん重視されるし配点だって手続き法の方が期日問題が出る分高いぐらいですよよろしいでしょうか皆さんは具体的な手続きをする仕事をするんだと理解してくださいだから大学で法律を学びました 司法試験やってましたという方に注意なんですけどこういう方って法律イコール実態法だと思っている節がありますそれが不利だは言いません一生懸命勉強したわけですから有利にも働きますでも気をつけてほしいのはちゃんと手続き法の細かな手続きを学ぶことは意識してほしいんですね全然学問的には重要じゃないかもしれませんよ 大学では自衛隊が意見か合憲かもちろんすごくダイナミックな理,理解が必要だし、えー、憲法救助の深い理解が必要かもしれませんもう何時間も議論してるかもしれませんでも午後の部でやるのはそういう大きな話じゃないんですこれは印鑑証明2通必要です1通じゃダメですか2通です重要なんですよでも 実態法でダイナミックな勉強しているとこの重要性がどうでもいいよねって思っちゃうんですねでも皆さんが実際実務出たら印鑑証明 A さんのと B さんの2通必要ですって言えなきゃ困るんですこれが午後の部手続き法ですだから手続き法って不動産登記って始まるとつまんないっていう人がいますごめんなさいつまんないんですだってそういう細かいことですから でも細かいことが好きな人は好きかもしれませんけれどもまあですから何が言いたいかってうと面白いつまんない話ではなくて午後の部になったら細かいと思われることもしっかり勉強することもちろん重要じゃないか重要かってことは講義でしっかり言いますからもう本当に重要じゃない細かいことはいいんですよでも一見細かいと思われることも重要なものに関してはしっかり覚えておかなければいけないし一般感覚で言うとどうでもいいって思っちゃう部分があるかもしれませんでもそれが大事なんです手続きに関しては もともと使用書士の仕事って細かいですからね決裁なんか行っても印鑑証明書と実印が合っているかどうかもうペラ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 、繰り返し見てますよですから、そういう手続きをしっかりそつなくこなしていくのが仕事なんですよだから午後の部で、まあ、一見細かいと思われることについてもそれが実務で必要だから試験と問われるんですよという感覚をです、ね、まずは持っていただければと思いますでは、ちょっと戻しましょう。 講義ノートの方に戻ります講義ノート5ページです3番一般法と特別法こちらも2行まずはチェックしてください一般法とはその対象を人地域事項などで限定しないで一般的に定めた法それから特別法とは これもチェックです。その対象を特定の人、地域、事項などで限定しその対象だけに限定して適用される法ある事件、ある人だけに限定してピンポイントで適用するのが特別法。もう誰でも適用しますどんな事件でも適用しますこれが一般法です。 その下、具体で書いい。ててありますから見てください一般法には民法などがあり特別法には商法商人だけに適用されるや借地借家法借地や借家の法律関係に適用して限定して適用される法がありますもう限定しないのが一般法限定するものが特別法ということになります例えば具体的にいきましょうか民法は一般法です 商法法が特別法ですで民法にはお金の貸し借りお金の貸し借りだとか物の貸し借りの条文がありますそのうち1つに貸し借りの条文で消費対策、賃貸借、使用対策っていろいろあるんですがそのうちの1つが賃貸借。 賃貸って言葉も聞いたことあると思いますねあのアパートを借りるようなものが賃貸ですよね賃貸借契約ってどんな契約かっていうとお金を払って物を借りるお金を払って物を借りるこの契約が民法に規定されてます賃貸借契約と言います敷金はどうすんのとかそういうことまでちゃんと民法に書いてあります あとは消費対策って契約も民法に規定があってこれはお金を借りる契約ですお金を借りる契約は賃貸消費対策です消費対策で皆さんが例えばその消費対策関係の事件に巻き込まれたとしましょうか例えばこんな事件どうでしょう皆さんはお友達にお金を貸しました100万貸したんです 返してくれなかったって事件ではありません。100万貸しました。1年後でいいよ。1年後でいいよ。1年後。B さんは皆さんにお金を返してくれました。100万返してくれました。お金返してくれたんです。皆さんは言いました。ね。1年借りてたんだから、利息かかるでしょ。利息も払ってよ。なんで100万ぴったり持ってきたの利息払って。 さあ利息を払わせるることができかかどうか A さんは利息を払えと言いました B さんはいや言われてないんだから利息は払わないよって言いましたさあどっちが正しい民法は利息を払うべきと書いてあるのか払わなくていいと書いてあるのか答えは払わなくていい利息を払わせるためには利息を払えという特約が必要です だから何も言ってなければ無利息です。何も言ってなければ無利息です。これが民法の消費対策の規定です。ただ、特別法、商法というのがあって、商人間でお金を貸した時には言ってなくても利息取る。商人間でお金を貸した時には言ってなくても利息取る。というふうになってます。だから、 皆さん全員に民法が適用されますから皆さんが友達に何も言わないでお金を貸したら利息は取れませんただ皆さんの中にもしかしたら商人の方がいて個人で商売やってる方がいて商人には商法が適用されますから商人が商人にお金を貸したらその事件ピンポイントで商法を適用して利息は取れるんですよ何も言ってなくてもこんな形になりますだからこのようににですね一般的に 事項や人などを限定しないで適用するものが一般法もうピンポイントであれには適用しようというのが特別法なわけです今の話でいうと証人間のお金の貸し借りには限定して商法を適用するんですだから商法はそういう時だけしか使われない特別法ということになるわけです ではもう少し具体例を出しましまょうか。例えば今賃貸借の話をしましたが賃貸借というのはお金を借りる話ではなくてお金を払って物を借りる契約賃貸借というのはお金を払って物を借りる契約ですさあ皆さんお金を払って物を借りるという賃貸借契約をしたことがあるでしょうかあるでしょうねで D D を借りる。 まあ,今あまり借りないかもしれませんが DVD、まあ、をツタヤで借りるというのは賃貸借契約ですあとはレンタカー借りたことがあるでしょうかねレンタカーあとはアパートを借りる土地を借りるこれもお金を払って借りるのであればみんな賃貸借契約です駅前のコインパーキングもそうですね場所を借りてます 賃貸者契約です1時間いくらで場所を借りてますでこのようにいろんなものを借りますがなんで特別法が作られるのかっていうと大きなものから小さなものまで一つのルールが適用できるかってそんなことはないわけですよ。もちろん大枠は一緒かもしれませんが DVD を借りるのと土地を借りるのが一つの条文で 解決できるかって言われれたらそれは違いますよね。こういうふうに、まずは一般法ってあるわけです。民法のような一般法。民法では賃貸借はこうだよっていうふうに一般法があって、ただからその一般法を適用すると、さすがにそれはおかしくないっていうふうに不都合があるときに、ピンポイントで特別法が作られるわけですよ。 だから一般的に物を借りるときにはということで EX その下に資格がありますが民法604条があって賃貸借の存続期間は50年を超えることができないマックス50年だよマックス50年だよというふうに民法に決まってますだから皆さんが物を借りるときには民法がまずは一般法として適用されますから 民法の規定が適用されて50年を超える契約はできないんですまあ50年長いからそれ以上をするっていうのはまずないかもしれませんけれどもつい最近までこれ20年だったんですねでも今大きなものを借りる契約が非常に増えてるんですよ大型プラントだとか、えー、重機だとか、えー、ですからじゃあマックス50年にしてあげようってことで、えー、民法自体が伸びたんですがまあだから20年短かったから伸びたんですが でもやっぱりもっと長い契約をしないと困るよもっと長い契約をしないと困るよっていう不都合が生じる場面ってあるんですよそういう時に特別法が作られるわけですどういう場合かっていうと建物を建てるために土地を借りる場合ですビルを建てるために土地を借りるもう50年でビル壊すつもりでしょうか だからこういう場合にはもっと長い契約が必要になります。そこでそういう場合には特別法が作られます。下、借地借家法が特別法として存在するわけです。借地権の存続期間は30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めた時にはその期間とする。最低30年、長い分には越したことない。最低30年、長い分には越したことない。これが借地借家のルールです。 これが特別法。民法はマックス50年と言っているけれども,あーもう50年とかいう上限いらないからさもう長きゃ長いでいいよっていうのが釈地釈顔なんですほら小さなものから大きなものまで同じルールで解決できないと言いましたがさすがに建物を建てるために土地を借りるときにはもっと長い方がいいですよねビルは寿命長いから建物は寿,寿命長いからだからそういう場合に不都合だということで特別法が作られるわけです。 よろしいでしょうか。だから特別法というのは、一般法、まずありきなんですが、一般法では不都合がある、一般法では解決できないというときに、じゃあ特別法でピンポイントでルールを変えていこうという修正していくのが特別法ですから、特別法はその部分だけピンポイントで修正している、ピンポイントで適用されるということになるわけです。で この四角の上一行飛ばしたところを見ていただきたいんですがまた特別法と一般法は特別法が優先する特別法優先の原則ですこれも一番最初聞くと意外かもしれませんあの特別法っていうのはピンポイントでしか適用されないある事件だけにピンポイントで適用される法律ですからすごくマニアックな法律になりますで 特別度が高ければ高いほどもうわけわかんない長ったらしい名前の法律になりますなんとかのなんとかのための契約のための法律みたいなそれしか適用しねえのかよみたいなこんな話になるわけですよねですから非常にマニアックだしで例えば大学なんかで研究者が多いのはやっぱり一般法です民法学者とか大体いい法学部でそうですね、えー、なんか学部長とか総長まで上り詰めるのはやっぱり民法学者とかそういうやっぱりあの 有名な法律の学者ですよですから一般法であればあるほどなんとなくそういう意味では抽象度が高くて偉そうなんですけれども実は一般法と特別法が並んだ場合には特別法を優先して適用していきますなぜかというと当たり前で特別法というのはある特定の事件だけに適用するように作った法律ですからそこで優先的に使ってもらわなければ出番がないわけですだから当然特別のは優先なんです あとは図を書くとこんな感じですね一般法というのはとにかく下敷きですだからもうどんな事件にも適用できるように作ったものが一般法なんですよということになります例えば民法でこれはですねいろんなものに適用できるようにとりあえず下敷きとして作りましたし下敷きとして作りましたってことなんです例えば賃貸借の規定であれば、えー、50年 以下ですよというのはもう例えば DVD の貸し借りだろうがえ車の貸し借りだろうがえこれはもう何でもかんでも民法が適用しますよって言ってとりあえず下敷きとして作ったえとりあえずの規定がないと世の中回りませんから下敷きとして一般法を作ったわけですでも建物を建てるための土地の貸し借りあすいません50年以下だと不都合です50年以下だと不都合です というときにはピンポイントでここを修正するための借地借家法が作られたわけですだからこの借地借家法というのはいいですか民法の下敷きがありますよねこの土地の貸し借りのところ土地の貸し借りのところに だけに適用できるように修正した。つまり部分修正みたいなもんだ。だから私はこういうふうによく言います。上から修正シールを貼った。土地のところに修正シールを貼った。ここは30年以上ですよと。 という修正シールを貼ったもの。これが特別法です。民法の一般的な下敷き規定の上に、あ、ちょっと不都合だからここだけ修正しますねって上から部分的な修正シールを貼ったもの。これが特別法です。部分的な修正シールを貼ったもの。これが特別法だというふうに理解をしてください。 ってことは修正シールを上から貼ったわけですから当然修正シールのが優先的に適用されますでこれは民法を改正したわけではなくて上から修正シールを貼っただけだから下には当然民法がありますあの例えばこの特別を,を廃止すれば民法が生き返ります剥がせばいいわけですからねこんな感じで上から修正シールを貼ったわけですからい,いいですか皆さん修正シールが上から貼られていたら修正シールのが優先しますよね わざと修正するために部分的にシール貼ったわけですからですから特別の,のが優先するんだよというふうに押さえておいてくださいあの皆さんが勉強します夜遅くまでレックや自習室で勉強します夜遅く家のスーパーに帰ると家の近くのスーパーに帰るともう刺身が半額のシールが貼られていて売られてるとしましょうあ半額やんお得やん マグロ5切れも入ってるやん。持ってきますよ、レジに。そしたら、レジで、すいません、うちはね、そのシールの、半額のシールの下が適用されるんです。半額じゃないんです。なんてことになりますかって話。ならないでしょう、ということで、上からシールをはわざと貼った以上、そちらが優先的に適用されるので、えー、これが特別そうです。よろしいでしょうか。だから、民法を、 改正したわけではないですが、まあ、部分的には民法の規定を適用されないように上からシールで隠すって感じですね。よろししいでしょうかだかだら 特別法って一般法より優先しますから大事なんですよ。 だから皆さんが実務で必要な部分についてはきちんと特別をまだ勉強していかないといけません、皆さんは、えー、この借地も含めて土地不動産のやり取りを、えー、これから実務で使うわけですから民法でも不動産取引は出てきます、売買契約だとかでも不動産特有のことが借地借家法に決まっていれば例えば、貸し借り土地の貸し借り、り建物の貸し借りに関しては民法ではなくて借地借家を優先して適用するわけです。上から民法の 修正シールとして機能してますからねだから借地借家法実務で分かってなければ実務できないしそれが分かるように講義でちゃんと借地借家法を勉強していきます試験範囲に書いてないじゃないかっていうことになりますが民法の特別法だから民法の部分で当然学んでいかないといけないんですねこんな形で、えー、表向きですね11個しか科目並んでないですがそれに付随した特別法も当然勉強していくっていう意識を持つようにしてください だから安心して実務でで出るわけです実務に出られるわけですあの特別法が優先的に適用されますから実務で必要な特別を学んでないと怖くて実務できないわけですだから例えばですね大学で一生懸命民法を学びましたと言ったところで人にアドバイスをするのは怖いですよあ賃貸借でしょ土地借りるの賃貸借でしょあ賃貸借だからねあの法律改正されて50年がマックスだからいや、それ嘘やん。 土地を借りるときには借地であれば何年だっていいわけですよ、まあ、30年以上じゃないとダメですけどね短いのがむしろダメなぐらいですだからこんな形で特別法って知らないと人にアドバイスできませんだから実務出て、まあ、だんだん嗅覚が出てくれば大丈夫なんですが自分が今まであんまりやったことない分野を実務やるときには 特別法の存在を必ずこうチェックしないとだめですねそこは特別法があるのかとただ民法の賃貸借ではなくてなんか特別な賃貸借の規定はあるんじゃないかえ、こういうのはちゃんと疑っていかないといけないわけですねだから怖いわけですだからそのよういうのはちゃんと調べて実務やりましょうってことですよろしいでしょうか では次にいきましょうかということでこれが一般法と特別法一般法と特別法ということになりましたえでは、えー、最後にですね5ページの下4番法律の考え方、まあ、これから法律を学んでいくときに、えー、こういう考え方をとって学んでいきましょうというのを少しだけ見ていきますかっこ1まず法律を勉強するときには要件と効果というのを意識してください、えー、法律の条文のほとんどは一応言葉チェックしておきましょう要件と効果から成り立ってます つまり、一定の要件を満たせば、一定の効果が発生すると言ってるんだ、試験勉強ではどのような要件を満たせば、どんな効果が発生するのかをきちんと押さえるていことが重要ですということです。では、ちょっと次のページを見てください。例えば6ページの頭のところに、刑法204条。 えすでに今日学んだ条文が載ってますが、あ人の身体を障害した者は15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると書いてあります。こういうことをしたら、こういう効果が待ってます。こういうことをしたら、こういう効果が待ってますっていうのが法律の規定なんです。何回も言ってる通り、法律はルールです。具体的に、こんな事件が起こりました、えー、小林さんが何とかしましたとかそういうことが載ってるわけじゃないんですよ。こういうことを、 したものがいたと仮定したら、こういう効果が待ってますよっていう、守るべきルールですからね。要件と効果から成り立ってます。ここで言うと、要件は、人の身体を傷害した。これが要件です。怪我させたら、で、どうなるかっていうと、効果が15年以下の懲役または50万以下の罰金になりますよってこと。では、二段落目、その下見てください。刑法では、 ある犯罪を犯すと、刑罰が待ってるという形で条文が構成されています。一応次チェックしてください。つまり、犯罪が要件で刑罰が効果です。刑法は犯罪と刑罰を規定した法律であると言えます。こういうことをすると犯罪になります。そうすると、こんな刑罰が待ってます。これが刑法の規定です。犯罪と刑罰。だから刑法の条文っていうのは、 前半が犯罪後半が刑罰って感じ犯罪と刑罰について規定されてますで試験に出るのは犯罪の部分です刑罰の部分についてはほぼ試験に出ません勉強の割合で言うと9対1ぐらい あの死刑とは何ですかとかちょっとだけ勉強しますがほとんど犯罪論ですだから合格者は正確な知識を要求されますが覚えてますがこの条文で言うと前半部分は詳しいです人の身体を傷害したここの部分については根掘り葉掘り勉強してますが後半刑罰なんだっけっていうぐらいですよもう懲役なのか禁固なのか死刑なのか出ませんから何をしたら犯罪かまでが死刑に出るんです刑罰の部分は死刑に出ないぐらいです あのまあ、総論問題としてえ、どんな刑罰がありますかぐらいは出ますが、具体的にこの犯罪を犯したら、どんな刑罰が待ってますかは試験に出ません。犯罪を勉強していきます。まあ、実務出ても、皆さんは刑事訴訟はやりませんから。ですから、あ、それはね、15年の懲役ですよとか言えなくたっていいわけですよ。それやったら犯罪だからやらないようにしましょう。あ、あ、それ文書偽造だからって指摘できれば十分です。実務上。刑事については、 代理権ないですからねだから刑法についても刑罰までは出す気ないです犯罪まで出しますあそれやったら犯罪ですよってお客さんに指摘して自分が犯罪をやらないようにできれば十分なわけですからだから講義でも前半はネチネチと勉強します人の身体を障害した人って誰ですか自分は含みますか 含みません自分以外の人って意味ですだから自分に怪我させても自傷行為は犯罪じゃないですだからこの人っていうのは自分以外の人ですよって詳しく解釈していきますでそれから障害って何ですか例えばえ給湯室のポットに下剤を入れてお腹を人のお腹を壊しちゃうのは障害ですかこれ勉強しますこの前半部分は詳しく勉強します殴るだけが障害じゃないんですね でも後半はほとんどパスですあ何かしらの刑罰になりますねぐらいで合格レベルは十分ですこんな形で刑法はこういう犯罪をするとこういう刑罰が待ってますという形で要件と効果が規定されてるんだとまずは理解してくださいで次民法です民法7 0九条が書いてありますでこれはですね 民法は要件効果、いろいろあって難しいですが、行為または過失によって、他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。まあ、その下の文章のとこ見てもらうと、行為または過失によって、他人の権利または法律上保護される利益を侵害したが要件です。そういうことをすると、そういうことをすると、 これによって生じた損害を賠償する責任を損害賠償義務を負いますこれが効果ですだから不法行為をすると損害賠償をしなければいけません不法行為をしたらねっていうのが要件で損害賠償義務が発生しますようが効果ですこれだけではないですがその下の2行を見てもらうと民法では一定の要件を満たすと権利義務が発生したり 物件変動が起こったりといった効果が発生することになります例えば、お金を借りたら返さなければいけない売買契約をしたらお金を払わなければいけない売買契約をしたら所有権が自分のものになりますとかこんな形で、えー、何々をするとっていう要件それを満たすとこんな財産が発生しますこんな義務を負うことになりますこんな権利が発生しますというふうに、えー、権利の義務の発生 それから物件変動が生ずる。そういうふうなものが効果として規定されていることが多いんだ。というふうに理解してください。まあ、民法というのは A さんと B さん国民間、私人間でいろんなことをやりますから、それをいろんな要件、効果として規定しているので幅広いわけですよ。刑法のように犯罪と刑罰ですと一概には言えません。もう要件が契約を結んだらだったりすることもありますし、あるいは A さんが死んだらっていう要件もありますよ。相続が起こるとか。 財産が子供たちに移っていくという効果が起こったりするわけですですからそんな形で要件と効果はもう A さんと B さん国民間で起こることがもういろんなものが要件として書いてあるしその効果が書いてあるわけです民法は幅広い要件と効果がありますから一つ一つ勉強することになりますその点刑法は単純ですね犯罪が要件で刑罰が効果とああいうことになるわけですよろしいでしょうかでは お時間ですので今日はここまでということにして次回、ですね講義ノートの6ページのところからさらにもう少しこう法律の総論的な話法律ってこういうふうに考えるんですよってお話をした後に今度は民法の方に入っていきましょうねこの全体構造3回ありますから全体的な話を今回でそれから次回は民法について詳しくで最後のところでは 不動産等基本について詳しくそれからちょっと勉強法についても少しお話をしたいと思いますでは今日は1回目ということでまだまだまずはですね、講義になれるというところからやっていただければと思いますね、えー、社会人になって受験勉強から離れて大学受験とか高校入試とかやった方もいると思いますがそこから離れて勉強するってなかなか初動は大変だと思います特に社会人でもう仕事してると育児してるとそういう中で いきなりこう3時間の講義を聞くって大変ですね、少しずつ講義を聞くというところから慣れてもらうというのもこの3回の目的になりますから、本論が始まったら今度はそこにしっかりした復習暗記が入っていきますねで、すからまずは講義に慣れる人の話を3時間集中して聞くって大変だと思いますからまず3回のうちにちょっと慣れちゃっていただければという,ふうに思います。 ではちょっと大変だったと思いますが今日はこれまでということにしましょうまた次回ですね、えー、しっかり勉強していきましょう、えー、通学の方はしっかりまた次回来ていただいて通信の方もしっかりあの適切な時期に聞くようにしていただければと思いますでは、えー、1年1年間、えー、22年の試験目指して一緒に頑張っていきましょう、えー、1回目の講義終わりにしましょうお疲れ様でした